皆さんにいただいた、じゃあ早速いきます、ね、コメントを読みながらやっていきます。じゃあ早速始めます。まずはうさひでさん、ようちゃんさん、ありがとうございます。ひさひでさんはノーコメントですね。ひさひでさん、ひさひでさん、ありがとうございます。ね、鍵開けありがとうございます。お次はトールさん、ちおちゃんは癒しです。仕事つらくてもオンラインで会えるので毎回とても嬉しいです。たまに会える現地をさらに嬉しいです。福岡楽しみにしています。嬉しい、トールさん、こちらこそ癒されておりますありがとう。福岡めっちゃ楽しみ。福岡来月か、楽しみじゃ。福岡あれじゃ、あれよ、サンタ、私リリーベでも行く。私何月だったっけ。嬉しい、トールさんありがとうございます。次は電化会さん、2枚ありがとうございます。過去は過去だの歌詞が好きだね。人生はただただ、精進するのみ。邁進邁進、ありがとうございます。過去は過去だ、どこだ、でもこの曲の歌詞だよね多分。いいね、天下界さん2枚ありがとうございます。アーリーさん、ありがとうございます。アーリー、天下界さん昨日もありがとうございました。あ、そう、この今ね、書きよんやけど6時15分まで申し込みしてもらえるので、ツイッターとインスタのストーリーの下件、皆さんぜひよかったらよろしくお願いします。ありがとう、天下界さん2枚ありがとう。目黒の工事、ありがとうございます。次はいのっちさん、ちょうちゃんこんばんは、福岡からです。今月はユミリン卒婚行きました。感動しました。広島フェスも行ってるかな。26日は福岡の世界ペラベタも行きます。めっちゃ会えるやん嬉しい、ありがとうございます。いのっちさん、嬉しい、福岡からね、いっぱい来てくれてありがとうございます。マイキュー、正月おめでとうございます。ありがとうございます。先週愛媛の県民の私は福岡大好きなのでもっと行きたいです。宇和島ありがとう。天使のお話し会などよろしく。次はヒーローさん、こんばんは。今までのアザージャケットもお気に入りだったんだけど、今回のアザージャケットのチョウちゃん特にいい。めっちゃ可愛くてドキドキします。届くの楽しみしているので今回もサインを。ありがとうございます。ね、私はアザージャケットが一番漏れてることが多いです。そう、前回もね、好きだった自分のアザージャケットのカットが、ぜひ CD につけてください。ヒーローさんありがとう。しんどいことがあってもね、次はハニカミくんさん、これからもお体に気をつけて頑張ってます。ハニカミくん、ちゃんまさん、愛してます。ちおちゃんはなあちゃんが卒業した後 ST モバイル推しにしてます。え、嬉しい。今年は1年間 STU の広島に遠征したり、東京でも1ヶ月サンリオやチャートリ TDC とサマステもいたり。ありがとうございます、嬉しい。来年も今年もよろしくお願いします。アニカミくん、ありがとう。次は恋してカープさん、改めて自前シングル発売と選抜おめでとう。これからもちゃちゃんと応援する件頑張って、ありがとう。広島弁じゃ、昨日もありがとうございました。恋してカープさん、ありがとう。じゃあとにかく練習を、ありがとう。あ、
気のレイバンやとこちらこそありがとうございました。次はどうちさん、ちょうちゃんありがとう。こちらこそありがとう。シンプルイズベストよ。なっちゃん。どうちさん。コメント書くの忘れた。嘘だ。ありがとうございます。嘘だ。次はマニアキャットさん。サインありがとう、届くのが楽しみです、応援しています。やったーありがとうございます。マニアキャットさん、え、名前かわいい。猫を感じる、いろんな部分から。ワイゲスさん、マニアキャットさん、ありがとうございます。次はアクタさん、ちょちゃんとしてのおかげで広島県の楽しい場所をいろいろと知ることができています。本当にありがとうございます。これからも広島県にぴょんぴょん足を運びたいと思っています。よろしくお願いします。え、みんな聞いてほしい、この人あの関東にお住まいの方なんですけど、 STU のライブとか関係なく普通に広島に、なんか今年6回ぐらい大久野島に行ってるみたいな言ってて、なんか多分6回ぐらいだった気がする。今年よ、もうすごすぎる。もうだって多分 STU で遠征するよりも大久野島遠征の方が多いんじゃないかってぐらいねえ、すごい。芥田さんありがとうございます。でもいっぱい嬉しいです、広島に来てくれるの。マジで優しくない。福田さん、ありがとう。愛が強いです。とてもさ、次は錦鯉さん、世界で一番可愛い石谷長ちゃんへ、一日あなたのことを考えてしまう地方依存症になってしまいました。お世話係として雇ってもらえるならいつでもお仕事辞めます。前に尽くされたいと言っていたので、中心の僕としてお使いしたいです。ぜひご検討ください。私は養ってもらいたい側の気持ちがあるので、私はこの仕事だから辞めたいとはなんないけど、そう、辞めてもらっては困りますので、毎日頑張って働いてください。なんか何人か聞いたんですよね、錦鯉さん。ありがとうね、待ってます。続きまして2枚、ゴロさん、ありがとうございます。イスキゴイさん、ありがとう。めっちゃイケちゃうの。次はヨシキさん、のコメントです。ありがとうございます。ヨシキさん、まいちゃん、お疲れ様、またまた宝物が増えていきます。ありがとう、ヨシキさん。涙まいちゃんの声が、お、嬉しい。性格も面白くて好き。黒髪ロングがめっちゃ可愛い。ありがとうございます。ビスキ聞いてくれるし、マイク呼び捨て本当にしてもいいですから、してください。次は、ボヤッキーさん。前田アザージャケット嬉しいですね。大事にします。ありがとう。ね、このさ、アザージャケットの精度いいですよね。ハッシーさん。いつから始まったっけ、これ。でも最近よくやっとる。ありがとうございます、ぼやきーさん。次はたくまるさん、いつもちょうちゃんの笑顔や歌声に元気もらっています。特に広島弁で喋るのが最高に輝いて好きです。これからもセンターとして ST を引っ張っていってほしいし、ずっとアイドルを続けてほしい。これからもずっとちょうちゃん神推しです。え、嬉しいが詰まっとるありがとうございます、たくまるさん。みーさん、これからも頑張るやで。ずっと見ててください。ありがとう。このおじさんのことを大切にしてくれるとこ、笑顔の自動すべて大好きです。どんなおじさんも盗撮された。お次はたかひろくんさん、今年の夏は様々な現場でちょうちゃんに出会えて本当に楽しかったです。これからもちょうちゃん、そして ST48 の活躍を期待しています。超絶可愛いちょうちゃん、嬉しい。たかひろくん、ありがとうございます。続きまして、いつきちゃん、ね、いっぱい出会えてよかったです。マイピちゃんも大好き
次は S 雄一郎さん、ちょーちゃんこんばんは、今日は休日なので配信見てるよ、ありがとう、見てる、今月久しぶりに室並びで連番できて嬉しい、スクショもしたよ、月末まで3位争いよろしくお願いします、次は来週23日の話し会、自分は今年最後になるけど楽しみにしてるよ、そう最近というか先月ぐらいから室並びにハマってそういっぱいやりよったんやりよるんよ、でもねここ数日できてないけんランキングどうなっとるじゃろ、私まだ3位争いできてる、3位ありがとう、こちらこそありがとう、次は、赤星慎吾さん、ちゅーちゃんのサイン会楽しみにしました、やったー、ありがとう、マジうまいなんか STU のイベントじゃないみたい、それなソロアーティストのイベントクリスマス感ないですか、え、わかる、ね、愛ってこれか、愛ってこれだ、これのことだったのか、赤星慎吾さん、ありがとう、大切にしてください、次は西さん呼びました、応援してるけんね面白い、なんか近所のおじちゃんみたい、西さんありがとうございます、ひらがなの西さんありがとう、え、呼ばれた、え、呼んだよ、次はカズマさん、はじめまして、素直にありがとう、しております、仕事は大変だと思いますが頑張ってください、これからも応援しています、最後になりますが大好きです、てか愛してます、辻田荘こそ辻和馬より、おお辻田荘さんありがとうございます、カズマ嬉しい、すごい長い間面白い、めっちゃ愛を感じるコメントです、てか愛してます、嬉しい、ありがとう、あ、これからもしていいですか、ブチチュキジャキありがとう、これからも末永くよろしくお願いします、チュキチュキ、次はハンクさん、私はチョウちゃんの対案ファン、チョウちゃん大好き、 STU 大好き、君は何を後悔するのか、素晴らしい曲、感動するお話し会、楽しみ、嬉しい、ハンクさんありがとう、いや本当にね、会いに行きたいです、台湾に、ありがとう、そう、ハンクさん、アルフォートさん、国を越えてもね、いっぱいこうして伝えてくれるの嬉しい、ありがとうハンクさん、次は草間龍さん、ちょちゃん幸せ&平和の旗がもうすぐ3年を迎えますね、これからちょちゃんが STU の戦闘元気に走ってくださいね、ありがとう、ありがとう、頑張ります、見れてよかったよ今日も、ありがとう、草間龍さん、ありがとう、続きまして感謝コペンさん、次はヤマヤンさん、石原さんこんばんは、知ってしまって後悔していることありますか、知ってしまって後悔していること、なんじゃろう、次あの時はね考えときますね、ありがとうヤマヤンさん、この配信中も考えとこう、マサさん、次はコックンはノーコメント、ありがとうございます、マイちゃんのジェル大好きです、なんじゃろ、教えてしまって後悔しよう、コックンありがとう、マサさん次はみすずさん、ありがとう、ありがとう、初めてデスサイン大切にします、え嬉しい、初サインヒッキーさん、喉のことやばい喉がいかれ始めた早
みすずさん、ありがとう。じゃーん。そっちは忘れちゃった、大好き。ありがとう、かっくん。次のページ。ゆずきちさん、ちょうちゃんのダンスの表現がとても好きです。遠方などでなかなか公演見に行けませんが、ちょうちゃんの出演があるときは必ず DMM 定点。おー、定点。見やすいクワトロでソロ公演とかやってくれないかな。ね、ほんまじゃね。もうずっと1、2年ぐらいやってないけど、やりたい。ゆずきちさん、私もあの定点で見たい派なので、ジェメミシングルおめでとう。わかります。めっちゃ、え、ホズサインだった。大切にします。ありがとう。記念すべき1枚目、合同ライブ、ありがとうございます。次は樋口さん、サインありがとうございます。イミリーの卒業コンサート一部二部ともに現地で見ることができました。いいコンサートでした。リリースイベントはいけませんが、個別お話し会やオンラインお話し会に参加しますので、よろしくよろしくありがとうございます。樋口さんね、えグリアリー楽しかったです。ありがとう、ありがとう。樋口さん、ありがとう。あ、昨日配信で見ました。え、ありがとう。ね、ショールームで配信あったらめっちゃ見やすいよね。ありがとうございます。次はキョンシーさん、10枚目シングル選抜入りおめでとう。歌やダンス、そして舞台演技や料理やトークが上達していて、日々急成長するちょうちゃん、本当にすごいです。え、ベタ褒めやん。これから寒くなるので体調には気をつけてね。近々また公演お話し会に行きます。ちょうちゃんいつもありがとう。いえ、ありがとう。いえ、昨日もありがとうございました。本当に。あ、ね、リリバイ、ちっこちゃうそ、キャンシーさん、オレンジ濃いピンクだ。ライブお待ちします。嬉しい。これからも頑張ります。ありがとう。続きまして、ジュンさん。次はヤーノさん、サインありがとう。いつもちょうちゃんに癒されています。関東在住なので存在、公演はなかなか見に行けないけど、今年は全国ツアーの渋谷のライブで最前列センターで3枚とのが最高の目になったよ。これからもよろしくね。よろしく。でもヤーノさん、ね、なんかいっぱい来てくれてるイメージあります。ありがとう。本当に関東いっぱい行けるように頑張ります。次はつくねさん、こんばんは。この前はツアーで新潟に来てくれてありがとう。私の地元で5年ぶりに動くちょうちゃんが見えてとても楽しかったです。新潟名物があんまり食べれなかったと聞きました。いつかまた新潟に来た時はバスセンターのカレーを食べてみてね。え、ほんまにさ、バスセンターのカレー食べてみたいんよ。あの黄色いカレーじゃろ、なんかめっちゃ並んどるみたいなね、聞いたことある。ちょうちゃん大好き、ありがとう。つくねさん、ありがとう。新潟行きたい。あの新潟のお寿司が回転寿司でも全然レベルが違いすぎてびっくりしました。またすぐ行きたい。次はサンキュー青い鳥さん、ちょうちゃんこんばんは。ゆみりん卒業後のセンターは大変だけど無理せずチーム STU48 です。メンバーと一緒に協力して頑張ってください。誰にでも優しく接してくれるちょうちゃん、ありがとう。ね、みんなで頑張ります。ありがとう。サンキュー青い鳥さん、サンキュー青い鳥。マイキューのダンスは頭の先から足の先までビシッと決まっているから、とても好きです。ありがとう。コツコツ、あ、コツコツ、あ、おる。ホテルがどう、初サイン会ありがとう、大事にしますね。ありがとう。てか私さ、この前これサンキューってもうサンキューの方のサンキューのあれなんですね。ありがとう。ありがとうございます。次はリュウジさんのコメントです。リュウジさんはありがとう。リュウジさん、続きましてヒロトさん、リュウジさんありがとうございます。次はホッシーさん、ちょうちゃんいつもありがとうございます。すごいビックリマークがいっぱい。最高で最強のアイドル石田千穂、まだまださせていただきます。健康第一。ありがとうホッシー。なんか言っとるのというか元気な感じがめっちゃ文章から伝わってくる。たく
最高、欲しい、ありがとう、健康第一でお互い頑張りましょう。次は山崎さん、イムリン卒婚の後 YouTube で AKB の49枚目シングル総選挙でニッパーさんと選挙演説してる人を見直していました。やばい、懐かしすぎる。そう、懐かしいですね、本当に懐かしい。その説は皆さん改めて本当にありがとうございました。あ、おる、やっほー、こうか、山崎さん、ありがとう。私の天気でしたね、その時は。次は小枝チョコさん、い、石田千穂で君は何を後悔するのか、作文。あ、そういうことね。し、喋りに夢中で姿見てなかったお話し会だ、だいぶ時間残ってたのにうっかり強制終了したオンラインお話し会。ち、ちゃんと仕込んだネタをオチから言って苦笑いされたお話し会。ほ、本当に枚数取りすぎちゃうお話し会。いいことだ、いいことだ。小屋チョコさん、オンラインでね本領発揮しておりますね、いつも。お題の曲名間違っておりました。これしか後悔の明るくないですが訂正いたします。続きまして石井光一さん、お題いきます。え、間違っとらんよ、間違っとる、分からん。でもありがとうございます。はい、こんばんは。そう、10枚目もお声のいっぱい話そうね。キレがあるのにしないかな、とても好きです。小枝チョコさん、ありがとう。嬉しい、マイケルのこと大好きです。おもろくて好きです。合同ライブとカプラフェイルズ、どっちも来てくれるの。次はあやちゃんさん、最近 STU にハマりました、ちょうちゃん大好きです。え、めっちゃ嬉しい。今後とも24時からお願いします。あゆちゃん、続きましてりょんきゅうさん、ずっと好きでいられる、あやちゃん、ありがとう、ありがとう、これからもよろしく、嬉しい、ずっと好きでいてくれて。次は風神雷神さん、ノーコメントでございます、ありがとう。嬉しいですね、ずっと。続きましてみのるさん、風神雷神みのる、ありがとう。おっと、おっと、アイドル、ありがとうございます。ドル、次は西尾としひろさん、ニコ、ありがとうございます。最高でした、でも可愛くて夫の事件に力をもらって助かってます、ありがとう、ありがとう、さん、西尾としひろたくさん来てくれてます、本当にめっちゃいっぱいの現場にありがとう。しまっちさん、まいちゃんサインありがとう、福岡のお話し会でまいちゃんと約5年ぶり、え、石田しひろさん2枚、ありがとうございます、楽しみです、すごい、めっちゃ久しぶりやんね、しまっちさん、ありがとう、5年ぶりに。じゃあ次は、えいこさん、サインありがとう、ありがとう、しまっちさん、コメント追加して買い直してる、バラケって読まれる、どうなんじゃろう、でも頭でくっつけて読めます、タイプ A から、あ、これはタイプ A からです、タイプ A 全部終わってタイプ B をやる感じです。ということで次はエイコさん、初めてサイン会に参加します、今日は私のお誕生日なので最高のプレゼントになりました、チョウさんの笑顔が大好きです、おめでとうエイコさん。続きまして S5、 ハッピーバースデー、おめでとうございます、初サインありがとう、チョウちゃん大好き、嬉しい、おめでとうございます、ラブ、西条での MV 撮影嬉しい、私も嬉しい、母方の実家からあまりまあまあ近いところなので見合わせでした、いつも聖地巡礼に行きます、今回はご参加ありがとう、ありがとう、すごい近かったの、えいこさんありがとう、聞いたことは言えないけどハッピー
バースデー。いや、クージさん、いつもステージで最高に輝いている地方の応援させていただいてます。配信は見えないと思うのでごめんなさい。いえいえ、クージさん、こちらこそありがとうございます。クージさん、ありがとう、いつもありがとう。次はトクリンさん、いつもジョーちゃんだけを応援しています。次回会えるのを楽しみにしているので、ありがとう、嬉しい、だけ嬉しい、ありがとう。トクリンさん、トクリンさん、すごい、あのすごい、幽体離脱の歌、かわいい、三期の歌。次は久賀さん、富士注文のお写真、ああ大切に飾ってます。春先のお話し会楽しかった。あの楽曲もよく聞いています。名前は本名です。漢字も読みも、本名、珍しい。久賀さん、ありがとう。またぜひ話しましょう。久賀さん、ありがとう。次はグラサンケイさん、ノーコメントですが、いつもありがとうございます。またすぐ話しましょう。リアルで待ってます。次はなるみさん、ちょうちゃんやっほー、久しぶり。最近は公園でよく会うけど、しゅちゃんがいるかいないかで楽しさが全然違うんですよ。これがおしめの力かと思い知らされてる。いつもありがとう、ちゃんのこれからも自慢のおしめです。やったありがとう。私のいる公園いっぱい来て、でもほんまになんかいっぱい来てくれてるイメージある。ほんまに昨日もありがとうございます。なるみさん、続きまして秋松さん、なるみさん、ありがとう。いや、ととみちさん、ちょちゃんハロー、1枚目も10枚目もちょちゃんにとって天気となるよ。どちらもいい方向に。次の天気は多分20枚目だな。それまで僕もちょちゃんのお得をしていたいと思ってます。なんなら200枚目シングルまででもいいよ。エステ人生楽しまない。20枚目ってなったらさ、何年後ぐらいなんやろ。今10枚目を7年目に出してるけん、14年、7年後ぐらい。200枚目まで参加できるように頑張ります。ありがとう。お次は西尾さん、2枚ありがとう。ちょうちゃんのサインなんて夢のようです。家宝にして大事に飾らせていただきます。ほんまかいな、ほんまかいな、嬉しい。でもありがとうございます。2枚もぜひ、家宝にしてください。ありがとうございます。続きまして、ニコル、ニコルさん、西尾さん、2枚ありがとうございます。頑張ってください。ありがとう、ニコルさん、頑張ります。次は、アキラさんのコメントです。アキラさん、ありがとう。続きまして、じゃん、サホさん、ありがとうございます。次はチホダムさん、2枚、ありがとう。チホダムさんもノーコメント。マイちゃん、いつも元気くれてありがとう。マイちゃんを知ってて、後悔、あ、後悔じゃなかった。マイ楽しいよ、マイ大好きだ。マイちゃん呼び捨てて呼んでもらいたい。え、サホ、ありがとう。呼び捨てなんかちょっとあのいいのかなって思っちゃうんですけど、ありがとうございます。ありがとう。お次はまるひろさん、ちょうちゃんのパフォーマンスにいつも満たれています。いつまでもそのパフォーマンスを見せてくださいね。嬉しい。続きまして、頑張ります。君は何を後悔するのかさん、まるひろさん、まるひろさん、ありがとう。よし、お次はスフィンクスさん、ありがとう。ノーコメントです。スフィンクスさん、君は何を後悔するのか。スフィンクスさん、ありがとう。
次はハラペコ丸さん、オールラウンダーのチョちゃんかっこいい。え、嬉しい。なんか可愛いって言っていただけるのもめっちゃ嬉しいけど、かっこいいって言ってもらえるのってなんか新鮮でめっちゃ嬉しいです。次はハラペコ丸さん、ハラペコ丸さん、次は文賀さん、ちょーちゃん MV 見たけど青いリボン的なものを振るシーンはどんな意味が込められてるんかなとふと思いました。教えて、リリーベとか頑張ってね。ありがとうございます、文賀さん。あれは、STU が3になって、まだ浅いですが掴むぞって気持ちが込められてそう、強い気持ちが込められております。文賀さん、ありがとう。公演に参加したいと思います。広島。次まして、ゆうたくん、ゆうたくんさんは、PR 舞台の2期生推しだけど PR 舞台のライブを見ていくうちにちょーちゃんが気になっています。お話し会を初めて買ってるので、そこで沼に落ちるきっかけをください。突き放してください。いいの、突き放して楽しみ。私はもうお話し会に来たらもう突き落とされてしまいますよ待ってます。楽しみ、ありがとう。続きまして、あ、コメントしてくれてる、楽しみにしてます、話せるの。ありがとう。ファンミーティングですね。次は高山シェフさんのコメントです。高山シェフ、続きまして、高山シェフさん、ありがとう。間違えちゃった。次はゆういち81さん、これからの ST を引っ張っていく千穂さんを応援しています。えん、嬉しい。これからもよろしくお願いします。私にとって完璧な究極な完璧な究極、これからの気をつけて頑張ってください。ゆういち81さん、ありがとう。可愛い、この字めぐみさん、次はユッキー丸さん、2枚ありがとう。歌と踊るチョウちゃんって一番キラキラしてて可愛くて最高だから、チョウちゃんがどこに行ってもチョウちゃん見ちゃうんだよね。女の子で一番好きだよ。これからも見守っていきますように。ありがとう、ユッキー。そう、女の子で一番、ありがとうございます。もう人間の中で一番になれるように、それを今後の目標にしたいと思います。ゆっきありがとう。アンピーの卒業後めっちゃ泣きすぎて、次は松ぼっくりさん、続きましてシュワッチ、平和な瀬戸内に帰ってきました。よろしくお願いします。平和だよ本当に瀬戸内は。臭いんです。そうなの、話し会の時に今日の声がこうやって、おへそのところをちらっと見せて、あたふたしてる、おへそからかん、期待してます、期待してた、期待じゃないよね、これして記憶ある。次はグリアティーヌさん、ちょーちゃんは卒業禁止でお願いします。もう今はもう全然考えてないので。そう、なんか最近よく多分ユミリンの卒業もあってか言われます、卒業しないでね卒業するつもりはないので、今後ともよろしくお願いします。クリアティーヌさん、タケズさん、タケズ、次は新一郎さん、いつもサインしてもらいありがとう。今回も大切にするよ。これからもちょーちゃんが ST48 のセンターとして活躍することを願いながら応援しているよ。ありがとうございます。新一郎さん、ありがとう。これからもいろんな人に作って素敵な景色を見ていくので、まずだけどありがとう。頑張る、これからも。ありがとう、嬉しい。新一郎さん、次は満天フルルさん、ちょーちゃんが踊っているのを見ると可愛いアイドルだとなります。ちょーちゃんは目の力に惹かれるので近くで見たいのですが、上の方の席から見たら後ろで踊っているちょーちゃんが見られて、これもいいです。これからも一斉引っ張ってください。ありがとう。
確かにどんなね場所にいても見ててくれても大感謝です。マンテンフルルさん、いつもね公演とかもいっぱい来てくれてありがとう。本当に受ける、体格可愛いですよ。やった、ありがとう。次はオイルマス元気さん、ちょうちゃんいつも楽しい公演ありがとう。ちょうちゃんの綺麗なダンス、可愛い歌声、癒しの女王の、とにかく6年半前から握手が楽しい、リアルお話に合っても相変わらず楽しい、地方ソロ公演待ち望んでます。今まで夢に仲良くしてくれてありがとう。こちらこそすごいなんか詰まってる、この文の中にいろんな言葉が。あ、昨日のリリベポニーと女王の最高でしたね、嬉しかった、伝えてくれていっぱい。おいでませ、東京新橋の、これもポニテよ、この写真。愛媛市同時春祭館、このシングルはいっぱいポニテすると思う。お次は揚げかけのポテトさん、上がったと思ったでしょ、残念、揚げかけなんすよ、またの来店お待ちしています。ハヒフヘヨ、もうこれ誰かわかるわ。全く名前とか個人情報とか書いてないんですけど、ここにはこれ絶対あの人だろうなっていうのが思い浮かびます。いつも変な感じのね、ありがとうございます。面白い、ありがとう。揚げかけのポッテ、うまちゃん、揚げかけは嫌だな。ありがとうございます。おばちゃんは中村町に出会うと後悔して。次はたくやさん、10枚目発売おめでとう。ポニーテールのちょうちゃんめっちゃ可愛いよ。ちょうちゃんを押して後悔したことは一度もないよ。これからもずっと大好き。リリーブ前に行けるのを楽しみにしてね。え、嬉しい、後悔したことないって言葉がなんか嬉しいです。ありがとう、たくやさん、ありがとう。さあ、サンライナーさん、ありがとう。お次は石田つーさん、10枚目シーズンもよろしくお願いします。お願いします。つ、石田中村、サンライナー25歳は中村舞さんとたくさんの思い出を作ることができ、じゃん、ありがとう。一番充実した1年になりました。本当にありがとう。26歳もたくさん思い出。次は土井正和さん、おお、一言、大好き。嬉しい、よろしく、いつもありがとうございます。土井さん、ハッピーバースデー。11月の今日は土井正和、10、あれ合ってる、土井正和さん、17、ありがとう。何日ですか。あ、おる、今日16日でした。今日は16、次は和也さん、なかなか予定が合わず会いに行けないが、いつも応援してるよ。いえ、嬉しい、いえ、予定合わせよう、早く会いましょう。ありがとう、待ってます。教えてくれて、和也さん、ありがとう。次は、松田康弘さん、イミリの卒業で新たな STU になることを期待しています。そのフロントランナーとしてちょうちゃんの活躍をもっともっと楽しみにしてます。フレーフレーちょうちゃん、アップルパンより、ありがとう、嬉しい、すごい、なんかフロントランナーかっこいいカタカナだ。ありがとうございます、松田康弘さん。ありがとう、キュンキュンさせてくれてありがとう。トップが大好きなまいちゃんだけど、次は、藤庵さん、ジャケットサインありがとうございます。いつもありがとうね。少し早いですが今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。会いたい、追伸、来月の福岡で会いましょう。会うやん、会えるやん。すごい、もう今年会えんみたいな雰囲気だったのに会える、嬉しい。藤庵、続きまして、あ、おる、さくちゃんさん、藤庵さん、
ね、少し早いですが来年もお願いします。来月もお願いします。ありがとうね、大好き、ありがとう。次は三平正友さん、かわいいやった、ありがとう。続きまして、ウィンディーボーイさん、三平正友さん、ありがとう。最後だと思ったでしょ、思ったやられました。フェイント。次はひろちゃんさん、ノーコメントです。ひろちゃん、ありがとう。ミンディボーイさん、ひろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、おっさんずさん、コバドンさん、いつも応援しています、ありがとう。おっさんコバドンさん、次は大ちゃんさん、チョウちゃん大好きだよ、サイン大切にするね、お話し会も楽しみにしてます、やった、ありがとうございます。いろいろどうぞお願いします。大阪大ちゃん、インディーボーイさん、ありがとう。大ちゃん、美味しかったよ、ありがとう。うん、サイン大切にするね、ありがとう。続きまして、感謝、水軍スピリッツ。次は堀田恒政さん、これからの SJ の先頭に立って引っ張っていってくれ、ガチャ頑張ります、ありがとう。じゃあ中村舞の ARE を待ってます。この歌歌うの大変そう、めっちゃ早口や。 ARE って、発達のまささん、ありがとう。 2.5 期なら難なく歌いそうやわ。え、なんだろう、 ARE、 水、何飲みます、何か待たれてるみたい。あれ、あれって何、プロ野球用語、へえ。知らんのんじゃけど、あ、そうな、あれ、あれっていう、なんじゃそりゃ、な、何を待たれてる、今年の流行語なんだ、そんなの知らなかったよ。あ、これ3期のやつか。あ、サンライナーさん、ありがとう。さっき2.5期って言っちゃった、これ3期の歌だ、ありがとう、おめでとう。次、まして優勝のことね、へえ。遠藤さん、今年は春に周年コンサート、夏に全国ツアー、秋にユーミリの卒コンを見に行けたから、冬は来月のクリスマスライブをとても楽しみにしているよ。一緒のライブや公演本当に最高だね、ねえ、ありがとう。確かにいろんな季節にいろんなことがありましたね。未知なもんですね。クリスマスさ、なんかすごい毎回違う感じですごいよね。ありがとう遠藤さん。次はセクシーダニエルさん、チョウちゃんのパフォーマンスが大好きです、これからもよろしくね。嬉しい、パフォーマンス褒められるのめっちゃ嬉しい。ちょっと待って、わかんないけど、ありがとう、ありがとう。セクシーダニエルさん、ありがとうございます、ありがとう。次はナナミンさん、チョウちゃん本当に綺麗になったな、やった、ちょっとそうです、当たり前みたいなテンションで、そうだけど、そうだよ、そうなんだ、ナナミンさん、ありがとう、ありがとう。ミキちゃんって呼んでいいのかな、ミキちゃん、チョウちゃんの話し会すごい評判いいのですが、今は受付中なの、お、目がいいですね、今は受付中です、確か再販が、はい、マイキューこんにちは、自分は足が不自由なので、もし受付してなかったとしても、よく受付してます、そして応援しています、また横浜に来てください、ライブが来ることがあったら見に来て、おー、横浜にね、こちら行きますよ。次は、イサオさん、
ヤッホーちおちゃん、記念すべき10枚目シングルおめでとうございます。今回は待望の帰省曲があり、これがめちゃくちゃいい曲で何回も聴いています。公演での披露も期待しています。ボムとっても可愛かったです。え、ありがとう。そう、めっちゃねえ、ついに一期生の曲が嬉しい。ボムもありがとうございます。めっちゃ楽しかったあの撮影。伊沢さんありがとう。次はななみさん、ちょうちゃん10枚目シングルの発売おめでとう。ちょうちゃんに会うといつも幸せな気持ちになるし、やっぱりちょうちゃんしか勝たんってなってるよ。12月会えないかもだから、2023年もたくさんありがとう。ずーっとラブ。嬉しい。ラブ。ラブ。すごいもう。12月会えないの？メッセージなんか照れますね。でも今年はたくさん会いに来てくれて、ツアーとかも嬉しかったです。ありがとう、ななちゃん。ありがとう。お次はいろは坂さん。あ、黙読希望や。読みます。そうなんですよ。でも私もあのいろは坂さん見てたら、私もまいちゃんの持ってるのでいつか載せられたらと思います。いろは坂さんありがとう。はい、ありがとう。いつもありがとう。目録希望できるんや。なんかあのメッセージの最初に書いてくれてたら目録します。もし読まれた、声に出して読まれたくないって人おったら、あのコメントしてくれたら、気づけたら目録します。お次はアメミーさん、こんばんは。チホ様のサインは久々で嬉しいです。いつもお話し会ではふざけているようですが、実はちゃんとしたファンです。今年は一度もコンサートに行けなかったので、来いよ来年はコンサートに行きたいです。これからもずっと応援しています。陽次郎ではなくてアメミーユイそう、アメミーさん、いつもふざけたことしか話してないでもあの伝わってます。あの応援してくださってる気持ち。来年はいっぱいライブとかも来てください。アメミーさんありがとう。次は徳良誠二さん、応援しています。なんでありがとう徳良誠二さん。続きましてまさきさん、まさき徳良誠二さんありがとう。次はおやすさん、初めてもらうちょうちゃんのサインとても大事にするね。これからも頑張って通園をずっと応援してるね。嬉しい、初サイン、ありがとう。これから集めてください、私のサインいっぱい話しましょう。おやすさんありがとう。次は三浦っちさん、あ、目読します。第1から第4まで希望したのに落ちると思う。え、私落ちた人聞いてなかったんだけど、落ちたの？そうなの？え、そうなの？嬉しいそう、私ももっと話したいなと思いました。本当にそうなの？続きまして前さん、かわいい。また話しましょう。三浦っちさん、ありがとう。来るってこと？三浦っちさん。遠回しなんだけど。三浦っちさん、あ、おる。ありがとう。ありがとう。まえさんじゃん。お次は高藤さん。ちょーちゃんヤッホー、いつもたくさんの元気ありがとね。ちょーちゃんが思ってる以上に支えられております。今後も今これまでと変わらない気持ちで応援していくので、ちょーちゃんらしく楽しんで活動してくだされ、いつだって味方になります。ありがとう高藤。高藤さん、続きましてタッチさん、最近はなかなか話せてないので不足しておりますが、
また話そう。ポコちゃんがいなくてさ、ありがとう。ちょっちゃんやっほーさん、ありがとう。私はポコの代わりにはなりません。呼ばれてたさん、ありがとうございます。大切にします。ありがとう。ここはいたってね、うん、来人数のお話し会の時はよろしくね。お願いします。次はシユチェエンさん。シユチェエンさん、はじめまして、台湾からのファンです。よろしくお願いします。嬉しい。上手。一文字さん、台湾からのファンの方嬉しいですね。本当に行きたい。行けるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。Thank you。 続きまして、平川雄二さん。次は西さん、ニコ、ありがとう。10枚目シングル発売おめでとうございます。ますますパフォーマンスが良くなるシアチオさんから目が離せません。特に後列でも手を抜かないところは後列で踊っていた経験のなせる技だと思います。これからも進化する姿を楽しみに応援しています。すごい、なんかこの人なんかなんか面白い人なんですよ。お話し会とかでもちょっと変わってて、で今回は真面目に書きましたみたいな言われて、いや真面目な文が書けるわけないって思ったのね。だから絶対真面目じゃないって思っとったら真面目だった。西さん真面目に書けるじゃん。いつも通り真面目。いや真面目って思ったことない。でも今日はギャップを感じました。西さんありがとう。うん、おもろい。次はしゅんとさん。ちょうちゃんを知ってから5年は経つのですが、これから押し始めてもいいでしょうか。かっこ押させてください。え、早い。早いじゃない、遅くない、遅くない。嬉しい、押してください。私まだまだ押しがやりますのでお願いします。しゅんとさん、続きましてさんずさん、5年越しです。シュントさん、ありがとう。ありがとう、さん。お次は、熊高雄二さん。握手会いっぱい来ます。4、5年ぶりなのに覚えててくれてありがとう。また一段と綺麗になってた。嬉しい。リアルになってくるね。もっともっともっと。ああね。覚えてるよ。毎日お疲れ様です。まえちゃんにショールームで亀子の絵を描いてもらったんですが、自分のアイコンにしようか悩んでいます。どう思いますか。そんな顔しちゃいなよ。熊高さん、なんで悩んでたよ。ありがとう。2枚ありがとう。熊マクアロン、ありがとうございます。じゃあ次はジユ、ジユさん。合同ライブで会いましょう。そして早朝ショールームで会った学生がいつの間にか大人になって、たくさんの人に憧れ愛される素敵なメンバーになっていて、いつもすごいと思います。もちろんちょうちゃんのパフォーマンスと歌も大好きです。今度のシングルも頑張って活動してください。ありがとう、じゅうさん。確かにねえ、毎朝学校行く前に配信してました。そんな時代もありましたね。懐かしい、じゅうさん。次はありがとう、自由さん。今後ともお願いします。続きまして、次はひろくんですさん。ちょうさんの優しい歌声が大好きで、この先ちょうちゃんの歌声歌い出しで始まる歌声を何度も聞きたいです。うん、嬉しい。頑張ります。いっぱい歌えるように。ありがとう、ひろくんですさん。ヒロくん、ありがとう。ありがとうございます。ファンミーティングで会いましょう。続きまして、お次はエヴァさん。今年の夏はサマステ新潟で熱いライブを見れて、ちょうちゃんに会えて嬉しかったよ。今年の冬もたくさん会えて熱い冬にしましょうね。いつもちょうちゃん思ってますよ。やった。ありがとう。ね、暑い夏、あ、暑い冬にしましょう。毎
もう寒くてね耐えらんないので、もうこの段階から熱くなっていきましょう。ありがとうエヴァさん、あいつも思ってますよ、嬉しい、ありがとうございます。次は K セティンさん、ちょうちゃん選抜入りおめでとう。当たり前なんだけどそれがすごいことよ。今回のシングルのポニーテールめっちゃ好き。久しぶりにパネルも買っちゃった。え嬉しい。福岡で直接会えるの楽しみにしてる。あ PR 舞台でまだまだエガちゃん聞けると信じてます。えもっとなんかさ最近 PR 舞台の増えたよ、またクリスマスとかさチカッパとかいっぱいエガちゃんやります。ありがとうポニーテール、あおる大好き、ありがとう感謝です。続きまして M 健さん、あすげえ、おのっちさん、ちょうちゃんこんばんぬこんばんぬ、早いもので今年ももうあとちょっとだね、体調にはくれぐれも気をつけてやり過ごしてください。リミスタ登場楽しみにしてます。ありがとうおのっちさん、そうだよなんかさもうさ11月半分終わったって信じられんもん。おのっちさんありがとう、ねえがちゃんめっちゃいい曲、ありがとうありがとうございます。次は大阪の正明さん、なかなか会いに行けないけどまた必ず会いに行きます。ありがとう、大阪行きたいです。あ大阪行ってるよ毎月、ありがとう来てよあのナッツライブ料理のねやつで行ってるのお待ちしております。レッツ大阪、ありがとう正明さん。タニタニ、次はヤモリンさん、10月の幕張をありがとうね。あまりお話し会には参加できないけどいつも応援してるよ。最近寒くなったから体調に気をつけて。ありがとうヤモリンさん、じゃあ家を建てよう、とにかく誕生日当日にお話し会リアル大好きやけんさいっぱいやりたいし、またヤモリンさん会いに来てください。全力で言わね、ありがとう、ありがとう。次はオカピーさん、社長さんの歌声パフォーマンスすべてが大好きです。これからも長さんのご活躍を楽しみにしています。ありがとうございます、頑張る、もう精進していきます。オカピーさん、オカピーさんありがとう、あありがとう、こちらこそありがとうございます。次カドさん、受ける反省文って受ける、先日はダブルブッキングの失態を犯してしまい大変申し訳ありませんでした。今回もダブルブッキングです重ねてお詫び申し上げます。ちょうちゃん好き、愛してる、反省しないオタクこと角より、今日もどっかの女といるのかどっかのイベントに行ってるのか、この前もねチェキかなんかの時に、そう配信の時にダブルブッキングしたんですよ。楽しそうで何よりでございます。カドさんありがとう、早く話そう。お次はナルドさん、リリーベお疲れ様でした、会えて嬉しかったです。長さんのパフォーマンスがすごくて泣きそうになりました。ずっと応援しています。え嬉しい、本当に嬉しかった、昨日ね来てくれてたの会えた、ありがとう、本当に嬉しかったです。ナルドさん、ありがとう、会いに来てくれて。続きまして、ユウさん、漢字一文字、パフォーマンス磨きをかけていきます。あ、ダブルスタンダードな男です。いつもさんありがとう、好き本当にスタンダードになってるよ、このままじゃダメだよ、うん、あ、ナルドさん、ありがとう。次は長谷川茂さん、今回の曲も歌詞も振りも素敵で何度も聴いたり見たりしてしたくなります。いつもちょうちゃん元気もらってます。ありがとう、こちらこそ、ね、毎回本当に聴く、ありがとうございます。続きまして、ふなふなふなしさん、長谷川茂さん、流れるようなダンスが好きです。特に花は長谷川さん、ありがとう、見とれます。ショールームもいつもいろいろな意味で楽しんでます。ショールームもいつもいろいろな意味で楽しんでます。次は西尾さん、2枚、いつもいろいろな意味で、そろそろ地方の推しを名乗ってもいいでしょうか。え、名乗ってください。てかもう名乗らないと許しません。ありがとう、どんな意味で楽しんでるの西尾さん気になるけど、え、ダメだ、
最近ますますいっぱい話したし話せそうだし仲がもっと深まりそうです。ボードライブいつもイライラとありがとう。ハッピーラブパワーさん、次は高田っちさん、ちょーちゃんのサイン入りアザージャケットを楽しみにしています。え、楽しみにしとって、うん、高田っちさん、こちらがお品物です。次はヨウさんのコメントでございます。でもヨウさんもお話し会とかもいつもありがとう、会いたいね。次はヨウイチさん、こんにちは、チョウちゃんが大好きです、応援してます。え、ありがとう。あ、おる。ヨウイチさんありがとうございます。もう末永くよろしくお願いします。いつもありがとう。すごい考察ですね。次は、バンダノくん、そうなんです、まあね、確かにちょーちゃん選抜おめでとう。なんかいつまでも JK みたいな感じはするけど大人っぽく綺麗になってきたねって褒めようと思う時もあるんだよな、だよなぜあるんだよ、なぜかそういう時に限って若さはじけてるんだけど、今日はどんなちょーちゃんが楽しみです。今日は大人っぽいんじゃない、どうや、うん、今日は大人っぽい日なので、いろんなところに行くことができて楽しいです。あの、いっぱいいろんなところに来てくれてる、バンタナくん、よろしく。ミケちゃん、10万円もついてきて、いっぱい来て。バンタナくん、ありがとう。いろんなとこ行って、いろんなとこ行こう。ボードライブめっちゃ楽しい。今日は大人っぽくしっとりです。じゃろ？そうなんですよ。ありがとう。次は吉高さん。昨日は久々に話せてよかった、恥ずかしいからごまかしたけど嬉しいこと言ってくれるし、また沼りそう、これからはめんどくさがらずに会いに行くようにします。博多も楽しみにしてる。ほんとだよ、めんどくさがるなんてひどい。見つけましたよ、ライブ中の。話せてよかったです、久々に。ありがとう、吉高さん。ありがとう。大切にしません。ありがとう、ピーナッツ。ありがとうございます。博多も、ヤロピック。あ、やあ、やあ。いっぱい走ってきてね。ありがとう。次はミュウさん、今日は仕事休みで配信も見られるので後悔しなくて済みそうです。引き続きご活躍を楽しみにしています。え、よかった、後悔しなくて。おる、ミュウさん、いいね、仕事休み。ミュウさん、ありがとう。でもショールーム見てます、いいし、ゆるい感じの配信にいつも癒されています。まいちゃんですけど、確かにその配信ゆるいよね。ベレッテさん、あ、うん、あ、今から、今からタイプ B です。あ、みゆさんいる、います、サイン大事にします、やった。続きまして、のすけさん、ありがとう。佐賀よしのりさん、幕張の中ショット会何回か応募したけど当たりませんでした。また東京近辺で、機会があったら応募します。次こそお会いできれば嬉しいです。え、会いたかったね。え、お話し会も来て待っております。佐賀よしのりさん、ありがとう。ティー、佐賀よしのりさん、ありがとう。次はかーくん、かーくんさん、ちょーちゃん選抜おめでとうございます。ちょっと前ですが9月の公演を最前列で見た生のちょーちゃんが可愛かったです。12月の福岡のリアルお話し会とツーショット会楽しみです。これからもちょーちゃんのことを応援していきます。おすすめは宮崎の高千穂。え、そう、あ、高千穂って宮崎、そう、なんかさ、高千穂牛乳みたいなやつよね、多分。行ってみたいです、行ってみたいし、行ってみたいです、本当に運命を感じます。ありがとう。
サークありがとう。2番はいるの？一番好きって言われたら2番はいるのかな。この時の公園新山口まで車、そこから東島まで新幹線でした。アタジャケと新幹線です、ね、まゆちゃんありがとう。すごいいろんな交通機関をありがとう。次はダビドさん、イギリスのロンドンから来ました。頑張ってください。すごいイギリスのロンドン行きたい。呼んでください。ありがとう。ダビドさんありがとう。デイちょっとマセマセ。まゆちゃんありがとう。また写真撮りに来てね。続きましてシギさんありがとう。シギ確かに高千穂からロンドンまでね、盛りだくさん行きたいとこいっぱい。次はしゅんさん、ちょうちゃんは10枚目になっても好きがどんどん増していく史上最強の俺の推しメンです。パフォンもキレキレでどこにいても目立つから大きな会場コンサートでも安心感がやばいです。瀬戸内派のご飯来週行ってる。毎回思うけどやっぱ石田千穂ですよ。出た出た、やっぱ石田千穂ですよ。でも嬉しいです、嬉しい言葉が詰まってた。ありがとう。来週何とぞです。え、来週楽しみ。なんかさ、今回さクックパッド1ヶ月ごとじゃけど、なんか期間が空いとった感覚する。めっちゃしゅんさんありがとう。次はトールさん、大好きです、ガチ恋です、わら、生きがいなのでこれからもずっとよろしくね。え、嬉しい。私は本当にガチ恋と呼ばれる方、言ってくれる人がいないので本当に少ないから嬉しいです。ライバルいないよ、ガチ恋ライバルありがとうございます。トールさん、アジア酒最高、ありがとう。今日でも好きに知ったから前に楽しくなってます。トールさんありがとう。ありがとう。生誕祭デートアイドルのゲームズ、すごいたくさんありがとう。これからも自慢のおすすめです。次は電化界さん2枚、嬉しい。タイプ B もいつもありがとう。もっともっと成り上がれ頑張れ。いやありがとうございます。電化界さん2枚。カメコ、なんか電化界さんのさコメントってさ、電化界さんが言っとる姿がめっちゃ想像つくわ面白い。瀬戸内 PR 舞台から好き、嬉しい。声を踊ってる姿が大好きです。ここからも気をつけてます。ありがとう。電化界さん2枚ありがとう。あ、おる。やほー。次はゆきおさん、あ、黙読いたします。続きましててるてるくん、え、わかる。しかもそういうやつさやるよね、もうちょっとしたら STU、 私出んけどそう、もし私が出てたらね、ゆきおさん発狂者、発狂者だっただろうにありがとうね。また機会があったらそういうのしたいし、いっぱい行きたいです。ゆきおさんありがとう。1月の大阪の初ツーショットと、次はネモさん、初ツーショット、ちょちゃんこんばんは。全国ツアーの新潟公演で久しぶりに生のちょちゃんを比較的近くで見ることができてよかったです。そろそろまた写真集なんかを出してほしいかな。寒くなりましたので暖かくしてくださいね。ではではね新潟楽しかったね。写真集出したいですね。私は海外行きたいですね。お疲れ様、海外に行きたいですね。レモさんありがとう。あ、おる、ありがとう。もし出せたらいっぱい買ってね。ありがとう。次はミサトさん、初ジェキシャーサインです。うん、意外。普段のお話し会ではあんまし言えてないので、ここでちょうちゃん大好き愛してるぞ。以上深夜テンションの私でした。今後も支えるので成田さん深夜テンションだな嬉しい。ありがとう美里さん、今後ともよろしくお願いします。
千里さん、ありがとう。文章で伝えるスタイル、届いたら大切にするね。ありがとう。伝えてくれるのが嬉しいです。次はまさひろさん、全国ツアー渋谷ではちょいちゃんのパフォーマンスを直接見て最高に楽しかったです。ロコンまたやってほしいですね。やりたい、やりたいですし、ツアー楽しかった、うん、まさひろさん、ありがとう。なんか今年のね、夏はツアーとフェスとアイドルズとめっちゃ盛りだくさんだ。ありがとう、まさひろさん。あ、おる、サインありがとう、こちらこそ。あざます。次はみんじゅうさん、最近地方不足です、早くちょうちゃんに会いたいです、大好き。ね、嬉しい、私も早く会いましょう。本当にいつ会えるんですか。ターキュー、ありがとう。でもいっぱいね、これからなんかリリーベとかあるけんね、会えますよね。みんじゅうさん、ありがとう。名前キュー。続きましてスバルさん、次はエリオルマネさん、地方のシングル発売おめでとう、 MV もかっこよすぎて何回もリピートして見てます、これからもシンガポールから応援しています、体調には気をつけてくださいね。ありがとう。シンガポールもいいな。なんかさ、こういう時さ、毎回海外行きたくなる。エリオルマネさん、ありがとう。遠くから応援してくれて、遠いけど近いですよ。うん、イリオ地方のいつもありがとう、こちらこそありがとう。イリオルマネさん、まさかシンガポール、こんなところだね。次はレブニャンさん、わーい、チョウちゃんかわいいのクリーム法、ちょっと日記を見返してみたら、初めてチョウちゃんに伝えたのは2021年10月7日の平日のオンライン話し会だったよ。なんと丸2年経ってるのだ。次の話し会で2周年のお祝いしよう。嬉しい。あの、この人は毎回、ほぼ毎回、かわいいのクリーム法なのだって言ってくれるんですよ。それをなんと2年、すごい。次の話からかわいいのクリーム法の誕生秘話を語るよう1枚出しでいける。早口で教えて、読み取るから。ありがとう、いつも。ケイスケさん、レミナーさん、ありがとう。まあ、次は、つねちゃん、つねちゃんさん、ずっと応援して支えていくけんね、大好きです、嬉しい。もう今後とも末永くよろしくお願いします。支えてください。支えラビーさん、ありがとう。つねちゃん、あ、カホにします、ありがとう。早く会いたいです、大好き。やけんクリスマスコンサート全部投げる。おお、ありがとう。嬉しい、準備頑張ります。次はウッシーさん、ウッシーさんはコメントなしです。ウッシーさん、ありがとう。もうありがとう。じゃん、ほいちゃんのことが毎日楽しいよ、ありがとう、ずっと見てます、ありがとう、あ、はい、ありがとう、ナビいつも、ずっとありがとう、尊いてです、お水、タイム続きまして、ケイさん、お次ましてジュンさん、12月のリアルお話し会、サンタ姿のチョウチョに会えるの楽しみにしてよね。その前日にリリーブも発表。え、おお、前日か、行こうか。え、前日か、え、じゃあみんな来てね。めっちゃ来やすいね、しかも2日連続 2days じゃん。それも見に行くね、楽しみが増えた。あとファンクラブが早くできるの楽しみに待ってるよね。私置いてけぼりですよね今。ファンクラブ早く作りたいよ。まだかな、まだかなってずっと思ってる。サンタ姿のチョウちゃんとツーショット撮れるの楽しみね。そうじゃそうじゃ、ツーショットサンタじゃ、楽しみ。福岡ジュンさん、おめでとう、ありがとう。今月末だけど、ヤマさん、いつも応援しています、チョウちゃんの素敵な歌声大好きです。やった。続きまして、いろはさん、ありがとう、山さん。
名古屋褒めてもらえるのなんか新鮮で嬉しい。ありがとう山さん。いやカプレさん、いつもひっそり応援してますがずっと STU の神推しです。え、神推しならもう隠れず応援してくださいでも嬉しい、ありがとうカプレさん、美味しそうな名前、ありがとうございます。カプレさん、ありがとう、なってるよ。次は、ナリバーさん、10枚目シングル発売おめでとう。9枚目に引き続きいろいろなダンスイベントがたくさんあると思うのでこっそりひょっこり参加しますね。なんでさっきからみんなこっそりひっそりするん？もうこっそりひっそりしないでください。来年こそソロコンとセカンド写真集待ってるね。頑張ります。ありがとうナリバーさん。この曲のさ最初のとこめっちゃ好きやわさっきも触れた。ナリバーさんありがとう。次はつりけんさん、シングル発売おめでとう。10枚目の期間たくさんアイロン楽しみにしてます。ちょうちゃんが頑張ってたら自分も頑張ろうって思えるし、自分の中でちょうちゃんの優先度がかなり高いんです。やった、これからもずっと好きでいるし応援しています。頑張ってね。ありがとうつりけんさん、嬉しいです。なんか頑張ろうって思えるっていう言葉が、末永くお願いします。ありがとう。次はしょっとり太郎さん、新しいシングルでも存在感のある歌唱シーンが素敵です。1期生の曲もいいね。ますますちょうちゃんが、チホヌが STU を支えて頑張ってくださいな。アザジャケットにいつもの取り替えてくれるかな、楽しみにしてますよ。ありがとう。そうね、1期の曲いいよね。お宝また増えた、繰り返してありがとう。私も1期の曲めっちゃ好きです。続きましてこじこじさん、しみる系だよね。たとえ太郎さんありがとう。サインありがとう。10枚目シングルの衣装可愛いからより一層好きよ。ありがとう、大事にするね。好き、ありがとう。昨日もありがとうね、こじこじ。ありがとう、こじこじ、ありがとう。次は岡山オレンジさん、ちょうちゃんやっほー。今回の MV 見ての感想、ダンスしてる時の表情が好き。前半の思い詰めた表情と後半の明るい表情のギャップがいいね。どちらも好き。もちろんダンスをしない方も大好き。やっぱ石田ちゃんですよ、ダンスだからね。いいさすが、やっぱって言った後にちゃんと楽しいって。あ、綺麗可愛い、大好き、早く直接会うとお話ししたいねー。会いたいな。ちゃんと頑張ってね。岡山です。まーちゃんの人生の思い出だったので中心メンバーだけど、まーちゃんの楽しみ感謝。リリからまたこう公演待ってます。昨日リリーベ楽しかったな。次はたくみさん、月が綺麗ですねって。私の名前が月が綺麗ですね嬉しい。でさ、まーちゃんいなかった。これなんか意味がありますよね、昔の言葉みたいな。読み取りました、ありがとう。ゆりちゃん、次はジムジムさん、幕張のお話し会では勢いに負けそうでした。ただ元気な姿見れて嬉しかった。チャーチャーの存在がいつでもどこでも癒しです。嬉しい。確かに私直接になると勢いが2割増しぐらいになるので、そう、楽しいです、いつも。あ、おる、ありがとう。ゆりちゃんありがとう。次はジンさん、こんばんは。最近は料理もできるようになって完璧な女性になってますね。そうなんですよ。今まで以上に活躍する姿を楽しみにしています。話したいことあるんでまた会いに行きますね。ちょうちゃん、いわくダブル石同士らしいのでこれからも末永くよろしくお願いします。いわくじゃないですよあなた正真正銘ダブル石同士だ。ありがとう、ゆりちゃんのコメントありがとう。そうかな、小さ。続きましてノリオザウルスさん、ありがとう。次はクリプトンさん、ちょうちゃんまたまたリミスターゲットできた。
サイン大切にするね。夢に卒業という大きな節目を迎える SDU だけど、これからも魅力あふれるグループで居続けられるようにみんなで頑張っていこうね。ちゅうちゃんが笑顔でいてくれると僕も幸せだよ。ありがとうクリプトンさん、これからの SDU もお願いします。ちぃちぃだよ、時間になったら来てね。ちょちゃん好き好き大事にするね。やった、ありがとうございます。読んだよ、ありがとう、大切にしよう、ありがとう。次はマーチンさん、前作は寂しい思いをさせてしまってごめんよ、一生ちょちゃん応援することを誓います。え、頼んだよ、首を投げ頼んだよ、本当に一生よろしくお願いします。このシングルはいっぱい話しましょう。ありがとうマーチンさん、マイちゃんに出会って、なんかさ昨日ね、あのリリーベーあったじゃないですか。リリーベーもでライブもしたけど、その前も朝からレッスンしたり、あの踊りデーだったんですよ昨日は。でけんさもうやばい、めっちゃさ体がバキバキ、今定期的に伸びしたくなる。ありがとう、続きまして瀬戸内のお姫さん、次は、高弘くん、高弘くんです。いつもちょうちゃんを推しています。ちょうちゃんの可愛い笑顔に癒されています。大きに、あ、ショールマーシーナチュラル大きにいただきました。大きに高弘くん、こちらこそ大きに、ありがとう。リリースイベント1月のことなんか考えてないやん。もうだって明けおめって言ったでしょ。みさまさんありがとう、幕張で会いましょう。高弘くんありがとう、シュリリーユ幕張の方に来てありがとうございます。よっちさん、2年前に偶然見かけたちょうちゃんの写真からちょうちゃんのファンになり ST のファンになりました。すごいことだ本当に。アイドルのファンになったことないスポーツ観戦とカメラだけが趣味だった自分の人生激変です。これからもずっと応援します。大好きだ、え、ほんまに嬉しい、いつも素敵な写真もありがとうございます。なんかアイドル来てね、私が初めて好きになるって方がで少ないし新鮮だし、なんかめっちゃ嬉しいです。もちろんどんな方の好きも嬉しいけど、まだ先じゃけど広島お話しか行きます。うん、楽しみ、ありがとう、ありがとう。確かに激変やね、うん、次は涼介さん、ツーショット再販でもダメだったけどお話し会広島取れたので広島に行くよ、楽しみ。え、ありがとう、楽しみじゃない、ヒロシリーさん、ピョウスケさん、ツーショットはまた別の時に撮りましょう、いつか。ピョウスケさんありがとう、ヨバシリーさんありがとう。次はマー君さん、食欲の秋ですね、ここ最近うちわ猫が冬眠に備えてるのかってぐらいよく食べます。コロナしかお腹も一回り大きくなってきます。地方のに置かれましたもご注意ください。ありがとうございます。確かに食欲の秋だからね、気をつけなきゃ。続きまして私は秋はお芋が好きですね。ありがとう。次はダムドさん、うぬ選抜入りおめでとう、雨とか涙とかいい曲でよかったと思ってる、過去振り付けもいろいろと頑張ろうね。え、マジでさ振り付けめっちゃ好き私も。ヨバシリさんメッセージ書き忘れてた、あのね、全然だよ、ありがとう。こんなチョンチョンっていう振り付けがあるんやけど、それがめっちゃ可愛くてお気に入りです。ポーチダメださん、ポーチダメださんありがとう。え、これマジ噛まずに言うのめっちゃ大変そう。これ毎回だってあの披露するたびに言うってことですよね、誰かが。すごい、私めっちゃ見たいこれ。
この曲私好き、幽体離脱いいね。あ、次は西さん、テレビ派のお店時間かかっても全部行くつもりです。マジ？めっちゃ嬉しいんやけど。なんかさ、行ったよって人の声さ聞くたびにめっちゃ嬉しくなる。お、じゃあこれで後悔はないですね。全部行って感想全部言いに来てください。マットル、ありがとう西さん。いや、ともひろさん、仕事で配信は見れないかも。ずっとちょうちゃん推しです。かっこ当然か。学校の昼食時には STU の曲を流して PR してます。ちょうちゃんは最強アイドルです。嬉しい、本当にありがとうございます。あの若者にもね STU を聴いてもらえる機会をもうね、作っていただき、これでお仕事もお仕事も頑張ります。いや、頑張って、よかった、配信見れてて。ありがとう、ともひろさん。ともひろさん、ありがとう。みんな難しいことばかよね。次はつくねさん、ならないよ。これからずっと、ん？これからもずっと新潟からちょうちゃんを応援します。約束しますよ。また次に会う時のために新作ゲームを考えておきますよ。よろしくリボーマンチカ。もっくんさん。ありがとう。いつもね、変な言葉を考えてるよね。ありがとう。にゃん。つくねさんが言ったらなんかおもろい、なんでも。ありがとう。次はアポロンさん、今シングルもたくさん楽しもうね、応援してます、大好きです。ありがとう、アポロンさん。いっぱい話そうね、絶対ね。続きまして、コバチャさん。アポロンさん、ありがとう。まいちゃんが優しくしてくれるの嬉しくて、その回数とさらに。次はパフィンさん、ヤッホー、今回も来ました。アザージャケット、日頃の感謝をお届けしたい。ライブで目合わせてくれるの本当好き、毎回キュンってなる。わらわらキュンしてるんや。心から感謝の極みを、やっぱ石原千穂ですよの気持ちを大切に、これからもよろしく、大好きだよハートっていう。おもろい、詰め込まれてるこの文章の中に。パフィンさん、いつもありがとうございます。当日生誕祭なんだみたいな言ってた。そうか、マイカ、パフィンさん、これからもいっぱいキュンさせてやりますよ。ありがとう。恥ずかしい、ほんまかいな。ありがとう、パフィンさん。お次はチュルルことカネリンさん、お話し会も再会もいつも楽しい時間ありがとう。私とチュルル、これからも嬉しくね。こちらこそ、次に会える日が来るのが待ち遠しいです。チョウちゃんの明るい笑顔が私の元気の源です。え、めっちゃ嬉しい。私もチュルルも嬉しくね。任せてください、チュルルチョコ大好き。私のこと姫って呼んでチロルことカネリンさん、ありがとう。マイキューのファミ行くんね。今日もありがとうね、チョウちゃんラブ、やった。一部ね、アニメが私別に姫キャラとかでもないんだけど。ありがとう。次は山崎さん、ゆみりん卒、この後 YouTube で STU の規制オーディション風景の31話の人を見直しました。さっきから見直してる、いっぱい懐かしいの。やば、だってさ、ゆみりんの卒この時にあのオーディション映像みたいなちょっと流れて、さらっと私横だったんですよ、集合写真の時。さらっと私も写ってて、勘弁してくれよと思いながらモザイクかけてほしかったぐらい若かったです。若々しくて可愛かったです。マイとの出会いは2018年4月8日だから、5年と7ヶ月8日だよ。今考えたらほんまにツインテールになんかピンクのニット、なんか薄ピンクのニットに半ズボン、半ズボンじゃない、短パン、なんか本当今じゃありえないような。人は変わる。次はゆきひろさん、選抜おめでとうございます。いろいろなメディアでの活躍を楽しみにしています。お体には気をつけてくださいね。ありがとう、頑張ります、いろんなメディアでね出れるように。
ゆきひろさん、ありがとう。コメント考えたら編集期限切れてた。サニアにありがとう。そうだよね、ゆきひろさんありがとう。ありがとうね、モンキーさん。それです。やパニーさん、瀬戸大橋30周年記念。ちょうちゃん毎日お仕事お疲れ様。お仕事を丁寧にこなしちょう。チホニャン、チホニャンだった。珍しい。チホニャンを尊敬しています。パフォーマンスや写真やショールーム見て癒されてます。たまらなく可愛い。ずっと応援してるね。大好きで、これからもよろしく。じゃあまたね。ありがとうパニーさん。チホニャン、これからもチホニャンって呼んでください皆さん。チホニャン、まいちゃんに出会って毎日が楽しくなりました。かわいい。チホニャン、あ、おる。パニーさんありがとう。これからもお願いします。チホニャン。次はタンタンタン、うん、タンタンタヌキ、タンタンタヌキさん。じゃなきゃダメだとか合ってるよね。すごい、なんか漢字と、なんかいろんなミックスで面白い。ヤッホー、チホちゃん、ポニーテール姿のジェクションも可愛いですね。ちょうど1週間前の9日が誕生日でしたので、コメントよろしくお願いします。いろいろ忙しいでしょうけど、大事に気をつけて頑張ってくださいね。いえ、ありがとう、タンタンタヌキさん。ね、配信でもお祝いしましたが、おめでとうございます、本当に。タンタン、そう、タンタン麺のね、タンタンの感じ、受験で。今、タカさん、ありがとうございます。タンタン麺、食べたくなる。タンタン、タヌキ、タンタン、タヌキ、ダブルの名前や。タンタンタヌキ、タンタンタヌキさん、ありがとう。ありがとうございます。マイキューのマイキュー。で、次はふっくん。今も変わらずちほちゃん一押しです。嬉しい。一位じゃなくてタンがいい。ありがとうございます、ふっくん。ありがとう。ふっくん、ありがとう。これからもマイキューのマイキューでマイキューの壁だったらないね。続きまして、スムさん。スム10枚目すごい、おめでとう。 MV のサビの部分の表情と美しいタンクとても好きです。ありがとうございます。いつも頑張るネギをもらってます。ありがとう。これからも応援しています。ありがとう。石田千穂様、私は順番いかがでしょうか。ちょっとたまたま休憩です。あ、そう、様付けしてるから特別に教えますと。まだ書いてませんよ。カイトさん、でも今タイプ B 書き中です。読み上げ不要です。 OK、 読むわ、ちょっと黙読するわ。このこういう系の質問、石田千穂様って書いてあったら答えよう。そう、ありがとう。わかるやつだけになっちゃうけど。そう、お次はあ、お次は風神大臣さん。これはノーコメントでございます。読んでもいいけど、いや、読むなって言われたからには読みません。もう黙読しました。続きまして、マンリーさん。最近バタバタしているけど、今年乗り越えるアイテムがあると思う。と、力が湧いてくる。大好きな感じでまとめるのは難しいけど、この歌詞で、キタさん。ちょうちゃん、今回もサインありがとうございます。チェキとかツーショット写真とかパネルとか全部宝物です。プライ大事です。これからもずっといっぱい応援します。ありがとう。プライスです。で、なんかあんまり意味わかんないけど、いい意味だよね多分。ありがとう、キタさん。キタさん、ありがとう。ウケる。石田千穂さま、まだまだまだとまだです。お次はのぼるさん。ちょうちゃん、こんにちは。コロナが流行して以来約4年ぐらい会えてなくてごめんね。
オンラインでは難しいかもしれないけど、オフラインでのお話し会や握手会には行くようにするからね。寒くなってきたけど体調には気をつけて頑張ってください。え、だってさ、もうさ、オフラインいっぱい増えてきたけんなってます。のぼりさん、ありがとう。続きまして、マケドニアさん、のぼるさん、のぼるさん、ありがとう。こんばんは、さん、ありがとうございます。マイケルさん、時々こちらに。次は西尾さん2枚、いつもありがとう。これからもよろしくお願いいたします。丁寧や、よろしくお願いいたします。こちらこそ、西尾さん2枚、ありがとう。毎当日配信見れないかも、ごめんね。いつの前に会えるの、励みに毎日お仕事頑張れてます。西尾さん2枚、ありがとう。キリオの万能し、かわいい、大好き、ありがとう。ありがとうね、あざます。次は、クージさん、雨だか涙だかの歌とダンス可愛くて大好きです。え、わかる。なんかさ、歌も素敵だしさ、ダンスもね、可愛くてめっちゃ素敵ね、好き。私ダンスめっちゃ好きです。クージさん、クージさん、ありがとう。そう、当日分は多分最後。え、朝だったとしても当日来てたら最後。この配信始まった。紙に印刷するまで何時か。紙に印刷される前の今日の方は最後です。そう、そんな感じ。続きまして、次は、ひさがさん、いつも見まめありがとう。今回も届いたら大切にします。配信伺えるときお願いします。え、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとう。モバメも嬉しい。ひさかさん、モバメってめっちゃ言いづらいね。なんか今気づいた。五郎さん、ありがとうございます。ひさか、まいちゃん、ありがとう。ずっと見てても飽きない。まいちゃんが可愛すぎて日々のせいちゃん、ありがとう。ひさかさん、ありがとう。ラブ。あ、パネルをお写真予約した。楽しい、美しいちほにゃん。ありがとう。パネル嬉しい。ゴロさん、ありがとうございます。次はグラサンケイさんのコメントでございます。ありがとうございます。グラサンケイさん、いつも頑張るよ。続きまして、マクアラオンさん、グラサンケイさん、ありがとう。次は、西尾俊博さん、ありがとうございます。多分配信は見られてないですが、これからもよろしくお願いします。ちくじょう、ちくじょう、ありがとう。ありがとう、いつも西尾さん、ちくじょうというね、嬉しい言葉の聞いたらパッと思い浮かびます。西尾さん、ファンミ、ファンミだよね。西尾さん、西尾俊博さん、ちくちゃんまる読んだ気がします。ありがとう、ありがとうね、コメントしてくれて。続きまして、ハッシーさん、ありがとう。西尾さん、今後ともタイプ、今 B だからね、よろしくね。タイプ A かタイプ B か。いつもおります。次はチホダムさん、ハッシー、ありがとう。2個、ありがとう。じゃーん、ちほだむ。ちほだむね、え、近況がね、気になりすぎるよ。どんな感じで生活してるのか、ベイビーを迎えて愛しい迷子聞きたい、癒されそう。ありがとう、ちほだむ。素敵な思い出たくさんあって嬉しかった。お次はマイピーインクさん、今日も可愛い。最近の推しキャラを教えて。え、推しキャラ、なんじゃろう。ありがとう、ついていくって、ついてくる、嬉しい。一緒に開封してる前に引いたよ。ないの推しキャラ、キャラ、ありがとう。みんなは？2枚、周平さん、周平、
あ、でも最近あのショールームのさコラボしてるさすみっこ暮らし配信のたんびに見るけんさ、かわいいと思います。ありがとうマイピンクさん。それではまいちゃんのますますの活躍と健康を祈って、健康みんなの推しキャラ地方にあんや。ありがとうございます。ありがとう周平2枚。次は弁護さん、ありがとう。息をする心で川崎でリリーベやっていたけど、またどこかであるのかな。どんどん大人の美しい女性になっていく。ちょうちゃん好きやで。たまに子供だけど子供じゃないよ、もう大人ですよ。ね、リリーベね、いっぱいやりたいですね。もうリリーベ形式が一番好きなので、うん、いっぱいいっぱいしたいです。どんべは天そば、天そばありがとう。ちょうちゃんだけやで。震えながら言わといて。ありがとう。どんべ好き。美味しい。次はあけぼさん。ちょうちゃん今日は仕事なので見れないけど、朝時計と楽しみにしています。ありがとう、あけぼさん。いつも感謝でございます。仕事頑張ってね。ありがとうございます。偉い仕事してるの、こんな時間まで。ありがとう、あけぼさん。もうまいちゃんしか、次はマスケさん。ちゃんちわーす。反省するからちわーす。おもろい。あ、あけぼの妻。あけぼは仕事中なので代わりに出るよ。ありがとう。夫婦で。ありがとうございます。ありがとうね。まいちゃんだけだって。次はマスケさん。ちゃんちわーす。いつも可愛いけど特に今回の時期は超絶可愛いぞ。グーチャンスさん。何よりちょうちゃんのポニーテールにかなう娘はおらん。あ、かなう子はおらん。とにかくとにもかくにもちょうちゃんがぶち好きじゃけ、これからもちょうちゃん一筋で応援し続けるけん、いえ。ありがとう、嬉しい、嬉しいです。こりゃ続きましてコペンさん。そう、ポニーテール嬉しい。なんかさ、ポニーテールいいじゃんっていう意見多くて嬉しいです。マイキューさん、ありがとう。このファンクラブに行くと楽しみですね。たくさんのマイキューファンに囲まれた、このように楽しいファンクラブに行くと嬉しいです。マンスケさん、ありがとう。自分の人に参加できないので、次回チャンスがあれば必ず。お、次はローキンキンさん、よろしくお願いします。シングル発売おめでとうございます。21歳になってからの長ちゃんはちょっとだけ気が強くなったかなと思ったりもしました。そう、私はもうね、配信でも思ったことパンパン言うようになりまして、来年以降もまた楽しくお話しましょう。 STU の背番号1のさらなる活躍を願ってます。確かに背番号というか出席番号1なので、そう、一期生の方。長屋ドームで受けたちょうちゃん初中小と入団会会見みたいだったよ。あー、入団会見で福岡行きますよと待ってます。ロケイティさん、ありがとう。ロケイティさん、ロケイティさん、ありがとう。いつか直接会いに来て待ってるよ。次はトールさん、よっちゃん感じの新曲発売おめでとう。ちょうちゃんは何か後悔することありますか。僕はちほちゃんとのお話し会でうまく話せなくていつも後悔しています。え、全然そんなことないよ、感服ありますよ。ピエンピエンしてる。次のシングルではちょうちゃんがもっともっと活躍してくれるのを期待してますよ。ありがとうございます、トールさん。あ、ちょうちゃんポニーテラ世界一にやってます。やった、うん、後悔することなんだろう。アザージケットサインも楽しみに。ありがとう。大切に。あ、夜ご飯食べてないの後悔してます。お腹空いてきました。え、来るの？え、ありがとう。今何時か。来てくれるの？トールさん、ありがとう。ありがとうね。続きまして、恋してか。次は栃木のスーさん。今回も選抜入りおめでとう。やっぱりちょうちゃんは別格の推しメンなんです。自分の中ではいつもちょうちゃんがセンターよ。これからもちょうちゃん変わらぬ愛情込めて応援します。あ、別格なんですね。でも、あの、別格は伝わってます。ありがとうございます。他にもね、いっぱいいるかもしれませんが、ありがとうございます。ゆるりとやらせていただきます。マイドベースで栃木のスーさん、今モモビリーさん、サインありがとう。誤解されがちですが、ちょうちゃんは別格推しで一番に応援してますので、いえ、ありがとう。モモビリー可
感謝してます。 I love you マイク可愛い。次は、U1811 さん、これから引っ張る立場になるといろいろ大変かもしれませんが、頑張るチョさん応援しています。お話し会の感じと歌ってる時の雰囲気のギャップが好きです。えっ、やったー、ギャップ。2枚、これからも出していきます。ありがとう、ありがとう、ゆういち81さん、ありがとう。続きまして、トール電動入りんぬ。そう、電動入りってね、ちょっと都合がいいんですよ。めっちゃ大好きです、本当に大好きです、嬉しいです、ね、大好きなんです、わかりました。次はユッキーさん、ニコ、ありがとうございます。10枚目シングル発売おめでとう。もう10枚目か、早いね。こんな長い付き合いになるなんて出会った時はお互い思ってなかったよね、わら。今みたいな関係性でこれからもいられたら嬉しいなと思ってる。いつもありがとう。え、それなまさかこんなにね、こんな10枚目にもなって、何年もね話していっぱいね仲良くなっていろんな話をするようになると、人間何があるか分かりませんね。いつもね見守っててくれて本当に感謝です、ユッキーには。発売おめでとう。マイちゃんの人生に効果なし、マイちゃん 大好きだってば。ユッキーさん、ありがとう、本当にね、ね、これからもいろんな話しようね、ありがとう。お次は服部さん、 CD 楽しみに待ってます。やん、ありがとう。これぜひ CD に挟んでください、服部さん。よかった、服部さん、ありがとう。ありがとう、気の利いたコメントできん。いや、もうコメントしてくれるだけで嬉しいです、マジで。もう何でもやるかも。年内会えなさそうなので、また来年。なんてこった、大好きだった。また来年、ありがとう。ヘアリンゴさん、10枚目シングル発売おめでとう。次はグリオティーヌさん、またお芝居も見たいです、待ってます。え、嬉しい、お芝居ね、また挑戦できたらなと思います。ありがとう、ヘアリンゴさん。そしたら見に来てください、グリオティーヌさん。ありがとう、嬉しい、いっぱい撮って、ヘアリンゴさん、ありがとう。次はたけしさん、ちほたんサインありがとう。夜勤でリアタイ見れないから配信確認はみさとに任せてる。これからもよろしくね。浮かれ者って煽るなよ。そう、相変わらず浮かれてるな。ありがとう、いいことだ。陰ながらじゃないな。これからも私は2人のことを応援しております。結構かけながらじゃないな。たけしさん、ありがとう、確認できた、あとで本人報告する。ヨンキューさん、ありがとう、いつも2人でおめでとう、ありがとう。アザージャケット大切に、アザージャケット。次はアスカさん、アスカちゃん、いつも笑顔を届けてくれてありがとうございます。息をする心の期間をチョウちゃんのセンターで歌って踊るところをたくさん見れて嬉しかったです。ポニーテールのチョウちゃんが可愛すぎる新曲のアザージャケット大切にします。ありがとう、嬉しいです。息をする心期間、あの曲めっちゃ好きやって嬉しかった。ありがとう、アスカ。なんかアナザーと朝の違い、アスカちゃん、ありがとう。なんですか、あ、タケさんおる。チョウちゃんのこと本当に大好きすぎるんで嬉しい、あ、ラブ、嬉しい。同じ意味でも若干違うそう。ギョンキュー、ありがとうございます。次はチュンタさん、こんばんは。急激に寒くなって朝布団から出るのが辛い時期になりましたね。マジでそれだ。野外のライブなどあり大変だと思いますが、体に気をつけてくださいね。今日はよろしくお願いします。ありがとう、ちゅんたさん、ね、本当に寒すぎる。え、でも今日さ、ちょっと暖かかった、昨日と比べて、昨日一昨日ぐらいと比べて今日暖かかった。今日ヒートテック着とらんなんじゃけど、そう、着とらんくてもいけました。ちゅんたさん、ありがとう。次は新一郎さん、
今回のポニーテール選手権の優勝者はちょうちょうです。おめでとう。お話し会でちょうちょうのポニーテール姿を見せてほしいな。確かになんかさ、ポニーテール自分でやるの難しくて全然ね、お話し会やってないですね。ちょっと早起きできた時は頑張ります。でもね、時間なんかもうほんまにできないよね。結べは難しい。バースデーメイ、お、おめでとう。ラーメンで頑張る。嬉しいです、今回のポニーテール選手権優勝できた。ありがとう、しんいちろうさん。次は満天フルルさん。踊ってるちょうちゃんを見るのいつも楽しみにしています。ちょうちゃんは優雅な曲も激しく踊る曲も可愛く踊ってくれるし、踊ってる写真はいつもポーズが可愛いです。ちょうちゃんのステップを見て振りの可愛いところが分かるということもあります。嬉しい。なんかさっきも褒めてくれた、ありがとう。バンジージャンプも可愛いんですよ。そう、なんかさ、何年か前のバンジージャンプがさ、セトチェレで出とったらしい。めっちゃ頑張ったっけん、あの時。ヨシキさん、ありがとう。満天フルルさん、いっぱい可愛いって言ってくれてありがとう。次はニックネーム地獄さん。締め切り間に合いません。ニックネーム作成中なのでちょっと待ってください。こっちは紅白の準備で忙しいんですよ。頑張って。出た出た、またまた変な人が来ました。そう、ニックネーム、あ、ニックネーム地獄ってことね。そういうことね。本当だ、自分から地獄に行ってるからね、この人。頑張ります。ダンスダンスダンスです。メタルありがとうございます。はい、ありがとう、ありがきゅう、ライブレッスンのありがとう、頑張る、明日も頑張る。ニックネーム日焼けマン、これからもいろんなニックネーム楽しみにします。マイキューちゃんのショールームを見ながら帰ってます。次はガンスくんさん。サインありがとう。地方のにお願いがあります。ソロ公演全国ツアー開催、2度目のソロコンサート開催、セカンド写真集発売、この3つはぜひ実現してほしいです。今の地方のならできると思います。ねえ、嬉しい。なんかこのソロステージ系と写真集系を言ってもらえる機会が多くてありがたいです。やりたい。参加が少なすぎる。今日この頃ですが、頑張ります。もし実現できたら、ね、いっぱい来て。サインありがとう。CD ケースはに入れて毎日見て聞きます。え、毎日見て聞いて。持ち歩いてください。ガンス君ありがとう。できまして。S11。次はザラ大好きマンさん。今回も選抜入りおめでとう。ちゅうちゃんの指先や髪の動きまで美しいパフォーマンスを見ているといつも元気をもらえます。先日も誕生日を祝ってもらえて大変嬉しかったです。あまりイベントに参加できず申し訳ないけど、これからも応援してます。大好きだよ。え、応援参加してくれとるよ。よくね、あのうちは見つけて嬉しくなります。ずっと見てるの、うん、ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとう。ドリスのイベント楽しかった。やっぱりマイキューがザラ大好きマンさん。あれだな、何やあれって、もうみんな何なんあれとか、なんかようわからんわ、あれって何や。え、次はマサリンリンさんは、ノコメント毎日見たい、ありがとうございます。たまに寝落ちしてしまうけど。続きましてニャタロさん。マサリンリンさんありがとう。ニャタロ、いや、ブラック先輩さん、はじめまして。本日と本あ日あはじめまして。日に日にお綺麗になられますな。11月19は岡山で愛よけライブがあるので、ぜひチラ見いただきたい。あのさいつもその話、はじめまして。ST のね、来てください、ブラック先輩。マジで。続きまして、あ、来た。この曲好き。この曲めっちゃ、なんか、欅坂さんの、え、なんだっけ、なんか分かる。あれに似てる、なんだっけ、そう、それは分からん。
え、まいちゃんにこれやってほしい。なんでそれ代弁だけで私に言ってますよね絶対そうですよね、うん、縛りとかがついてるから優待離脱がついてるからですよ、ね、うんうん、一番ぴったりくるぴったりくる、うん、おもろいそう、楽しい父で変わらず愛しております。おまか、ごめんなさい、ごめん、全然だよありがとう、いつも嬉しいです。初めまして、なんてけ、シャラーク戦、はい、なんかこうセリフみたいなのが始まるのがさ、めっちゃ尊敬っぽい感じがするし、ありがとうブラック先輩、うん、めっちゃいい尊敬。いや、高典さんありがとうございます。ラップが発表ハザードさん、次は RM さん、10枚目シングルリリースおめでとう。 MV とっても良かったよ。これからグループのアイスとして幅広い活躍を楽しみにしてます。やった、ありがとう。 MV ね、私もお気に入りです。素敵、なんか儚、なんかめっちゃ綺麗、映像美RM さんありがとう。アザーズケットさんありがとうってことで楽しみにしてい。やストーンマンさん、いつもチョーちゃんに癒されております。ぶんちゃんともどもこれからもお願いします。こちらこそ、いつもね可愛いぶんちゃんを見せてくれてありがとう。セリフいいよね、あんまないよね。ストーンマンさんありがとう。あ、石原町さんありがとうございます。こちらこそ、ストーマン様ありがとうございます。直接は絶対に言わないけど、笑、確かになかなか思い通りにいかないことが多い中、でも確実に結果を出して、まいちゃんの気持ちを無事にできるように、現実にできるように、これからもおすすめお願いください。ありがとう、優しい。次は、雄大さん、チョウちゃんサインありがとう。この前ふとグッズ見返してたら、今回のアザージャケットでチョウちゃんのサインが入ったものが、60個目でした。これからもチョウちゃんのサインがたくさん欲しいので、これからもよろしくね。すごい、ありがとう。60個すごい。ユーナイさん、いつもありがとうございます。もう嬉しすぎる。そろそろ大々的に公開してください。そうです、味が濃くないとダメですし、愛も濃くない。じゃあこれ61個目か。ありがとう。今日もお顔が天才的な顔してます。嬉しい。テーマのひろくんさん、ありがとう。次は、スッパマンさんは、ノーコメントでございます。シングル表題曲、単独センター写真集、瀬戸内とマイケル公開、勝手に広げたな。初めソロコンサート開催、すごいいろんなこと気がする。スッパマンさん、ありがとう。ありがとう、松山のひろくん。なんかね、一つでもね、叶えたらいいな。ありがとう。バレない程度の近さで安心しました。続きまして、ゆずききさん。そうね、あの、人、部屋が違うので、安心してください。次はパンダくんさん。かわいい名前。チョウちゃんのことが大好き。チョウちゃんはわら。ビッグハート、これからも末永くよろしく。おもろい、なんか話してる感じ。大好きだよ。マリンスキーが好きなんです。ありがとうございます。好みとかあるのかな。わあ、バレエの好み、むずいな、バレエの好み。好きなバレリーナさんとかあるけどな。パンマくん、ありがとう。でもバレエの振りが多いというのは多分クリエイトコーズの振りですけど、カズヤさん、一生応援してるよ。無理せずみんなでいい景色見ていこうね。うん、みんなでいい景色見ていきましょう。続きまして、パオさん。パオ、勝谷さん、ありがとう。山あり谷ありだけど頑張ってます。うん、頑張って。まいちゃんも体大切で、ありがとう。ラブです。ありがとう、パオさん。次は、松田康弘さん。親近感を感じられる12月の福岡写真会は楽しみです。また11月福岡チカッパ祭りの PR 舞台ステージを楽しみにしてます。チョーちゃんの天真爛漫なパフォーマンスを目に焼き付けます。え、目に焼き付けるぞ。アップルパインより、え、ほんまや。続きまして、青い鳥さん。
めっちゃ福岡行く。サンキュー青い鳥さん。2ヶ月の間で3回も行く。嬉しい。よろしくお願いします。ヤッホー、コメント嬉しいにゃ、ありがとう。にゃ松田、松平さん、マイケル、センキュー、バリリーナ、マイちゃん、頑張ってる姿、ちゃんと覚えてるよ、いつもありがとう、青い鳥、嬉しい。松田、松平さん、ありがとう、ありがとうございます。サンキュー、青い鳥さん。続きまして、水軍ステイトさん。次は、ブルーイン、台湾さん。ちょうちゃんこんばんは。ニューシングル発売おめでとう。月始めゆみりん卒コンに行きました。ちょうちゃんの美しい姿が全部見えた。この中で一番好きな曲は雨だか涙とかです。衣装もダンスもめっちゃ可愛いです。これからも応援続けます。ちょうちゃん大好き。嬉しいね。雨とか涙とかいいよね。本当にいいです。あ、青い鳥さん、ありがとう。おきちゃんとの会話面白くてよく視聴してました。本当ありがとう、ありがとう。おきちゃん、おきちゃんとの会話、まあ、内容がブルーさん、買い替えもお願いします。お、続きまして、ちょちょ、おめでとう。ぜひ台湾に来てコンサートしてください。明日は僕の誕生日で一番可愛い顔をプレゼントしてくれますね。おめでとう。これは一番可愛いんじゃないでしょうか。おめでとう、ありがとうございます。またまた、ブルーイン台湾さん、ありがとう。次は、トヨチュンさん、こんばんは。仕事で配信見れないと思いますが、サインよろしくお願いします。アザージャケットサインくださったの楽しみにしてます。おお、お仕事頑張ってね、トヨチュンさん。今回のアザージャケット嬉しい。マイちゃんのところ好きだから、それをコンサートに楽しみにします。君は何を投稿するのか、今回本当にしてくれる曲ありがとう。お話し会で話して楽しみにしてるよ。トヨチュンさん、ありがとう。ありがとう。ファンミで会いましょう。前回とのなら嬉しい。じゃあ、ポンポン、どんどん増えていくね。いや、しんちゃんさん、サイン会とても嬉しいです。で、こちらこそピロミさん、ありがとうございます。しんちゃん、あいちゃん、いつもありがとう。しんちゃん、ありがとう。素敵です。ファミコ絶対行きたい。どうですか、ファミコ、これそうですか。ピロミさん、ありがとうございます。次は武田さん、申し込んでくれた。チホンヌさん、美人でめっちゃ可愛い。え、嬉しい。チホンヌさん、指なんかメンバーって感じ。ありがとう、武田さん。コードライブとファミ楽しみに。お、来てくれるんだね、ありがとう。嬉しい、感謝、ありがとう。あ、サインありがとう。これからもずっと神足ですよ。やった、エイコさん、せーの、お願いします。今日は私の誕生日なので、お、最高のプレゼントになりました。おめでとう。次は、おっさんずさむさん。ちょうちゃん、まずは息を吸う。心を花だれの次に単独センター期待に応えてくれてありがとう。今回のちょうちゃんのポニーテールは最強です。あとタキシード様は飛べない鳥と鳥類ですが、魚ではありません。そんな鳥さんですが、応援頑張ります。ありがとう。ペンギンって魚じゃないん。鳥か。魚ですよ、あれは。え、魚だよね。嘘です。もてあそばされたまえちゃんの手の上でコロコロ。チホニャンズサムです。ありがとう、謝ってる。そうか、鳥か。まあ、かわいいですね、鳥も。続きまして、アーミンさん、おさんずさまさん、ありがとう。次は、だるま総統さん、出会い好きになりました。これからずっと、今年は、地元より県外で会う機会が多いですね。普段土日が休めないので、平日にあるご飯夢や舞台は神秘です。アイドルとは無理していて本当に良かったです。来週地方のご飯もよろしく。あ、ナスは、おお、克服できました。推しの力だね。イエイ、ナス克服、ありがとう。アーミー、めでたい。ナス美味しい、大好きだよ。だるま総統さん、ありがとうございます。水分補給をします。嬉しい。来週のナッツライブもお願いします。大阪。いいよ。だるま総統さん。
パン。しゃ。大阪よろしくね。じゃあ行きますね。次はレアルさん。いつもすんだ素敵なちおちゃんのおかげで毎日頑張れてます。ありがとう。やん。こちらこそありがとうございます。リアルさん。はい、カンズさんありがとう。嬉しい、そんなこと言ってもらえて。話し会でもまとまって。リアルさん、ありがとう。続きまして、風直します。風直して、頑張ってね。次は、伊沢さん。ちょうちゃん今年も少ないですが、ちょうちゃんに会えたりお話できたりして楽しかったです。来年はソロ公演、セカンド写真集、場所はアイドル定番のハワイかグアムと勝手は期待しています。地方のエプロンつけてまた行きますね。ありがとう伊沢さん、ね、ハワイかグアム行きたい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 ほんまに行きたい、どうしよう、行きたい、連れてってください。じゃんけん大会がある、この連続勝ち続けて、伊沢さんはい、あれですね、打ち上げ祭ですね。伊沢さん、ありがとう。ファンミの登録心配です。ちなみにメッセージの期限で次は関さん。10月幕張がチョフさんとの初個別でした。その時はあれ例合ってると嬉しそうに言っていただきありがとうございました。楽しかったです。今後はチョフさんと推しの次の次の次に、おいでも嬉しい嬉しい、次の次の次に、応援しようと思います。わら3月幕張も楽しみにしておきます。じゃあ徐々に次が減っていくように頑張ります。これからも楽しもうね。北海道民ありがとう。北海道民嬉しい。愛媛の何が買ってるんだろう。ありがとう。発声ありがとうございました。丸番目ですが、わら。これからも楽しく応援させていただきます。よろしく、いっぱい楽しい話しよう。推しとできない話も私とならできるかも。ありがとう。次は吉明さん。ちょうちゃんこれからも ST のセンターでいてください。応援しています。ありがとう。じゃあファンクラブに行くね。当たったらお話しね、仲良くしてね。仲良くしてるよ。出るじゃん。笑顔で迎えてくれてありがとう。とっても嬉しい。これからもお忙しい日々が続くけど体調に気をつけてね。ありがとう吉明さん、まいちゃんです。ありがとう。24日ある、ね、ファンクラブに行く。次は岡ちゃん。岡ちゃんさん2個。ゆうさん、ゆうありがとう。仕事のためおそらくリアタイで配信は見られないと思います。続きまして高文さんが、私に何かメッセージがあれば言える範囲で岡ちゃんにだけ伝わる内容でお伝えくださいませ。岡ちゃん、これからも応援よろしくお願いします。そう、超秘密主義だから岡ちゃんは私の質問にいつも全然答えてくれない。なんかライブとかあったらいいな。わかっちゃう。続きましてキノコのパパさん。そろそろ仕事何してるか教えてください。仕事頑張ってね。ありがとう。わかっちゃん、こんばんは。マイキュービジュアルとパフォーマンスは最高です。配信での次は武田岳さん。ヤホヤホー、いつもサインにキノコ書いてくれるの本当に嬉しくてありがとう。ちょうちゃんが本当にずっと大好き、嬉しい。武田岳って聞いたらキノコを思い浮かべます。あ、ギリ見れました。メッセージ薄い薄くないよ。だってさ、なんか個人情報は言うなみたいな感じで書いてるからさ、言っていいならバンバン言うけど。そう、武田だけさん、ありがとう。ファンクラブイベント参加します。よろしくお願いします。ありがとう。24日にじゃあお会いしましょう。まずぼっくりか、まずぼっくり。ありがとう。24、武田だけさん、ありがとう。続きまして、ハインズさん。ハインズ、次はナンバーさん。MV のちょうちゃんのポニーテール最強でした。ダンスも素敵でした。やった、ハインズさんありがとうございます。いっぱい見てね、 MV。 ハインズさんありがとう。じゃあ、うん、続きまして、ゴーヤンちゃん、ありがとう。ゴーヤン、ダメ絶対、何やともありがとう。ありがとう、こちらこそ。次はヒロくん。ヒロくんさん、ちょうちゃんの優しい歌声が大好きです。この先ちょうちゃんの歌い出しで始まる歌声を何度も、あ、さっきも言ってくれた言葉、嬉しい。テンション高文章から。ありがとうございます、ヒロくん。ゴンヤンちゃん、ありがとう。ありがとうね。歌い出し。
任せてもらえるように頑張ります。超好きって感じですか、ね、ヒロ君ありがとう。続きまして、シュージャリアンさん。次はソトさん。めっちゃむずい、この活動。いつも可愛くてパフォーマンスも最高で、お話も楽しくて、日々好きを更新させてくれる最高の締めです。地方しか勝たん、また語りましょう。やった、語ろう。この前さ、いっぱい語れて嬉しかったよ、サトさん。やっぱ石田千穂やな、ありがとう、好きやな。ありがとう。次はももちゃん、ももちゃんさん、ちょうちゃんはじめまして、いつも岡山から応援してます。すごい、岡山のももちゃん。会ぴったりや。ST のイベントは行ったことがなくて、今回のこのサイン会が私にとって初めての、おお、 ST のイベントになります。いつも可愛くて癒しのちょうちゃん、これからもずっと応援してます。ありがとう、ももちゃん。じゃあ今日は私たちの記念日だね、うん、これからよろしくお願いします。ハッピーラブパワー、会えるの楽しみ。お、ちょうちゃんありがとう。お、いた、ありがとう、これからよろしくね。ももちゃんありがとう。次はゆたかさん、ちょうちゃんにもし辛いことがあってもなるべく近くで応援するし支えたいと思います。調子になってから、まだまだですが全力で会いを届けます。そんなことないよ。本当に本当にありがとうございます。これからも近くで応援しててください。三鷹さんありがとう、いつも。続きまして、マッキーさん、ありがとう。愛伝わっております、とても。ありがとう。人生で初めてのサインです。嬉しい、の私で嬉しい。ありがとうございます、貴重な人生初を。やったぜ。お次はチャンニーさん、新曲発売おめでとうございます。先ほど CD やチェック届いてありがとう。特典ランブローでちょうちゃん寝て朝から舞い上がりました。寒さに負けず応援してます。嬉しい、私地引きやん、地引き。チャンニー。続きまして、のすけさん、ありがとう。10枚目もね、話せるの楽しみにしとるね。じゃん、ありがとう、のすけ。ありがとう、またまたありがとう。すごい、こんな書いたんですか。皆さんもよろしく、のすけ、ありがとう。続きまして、まゆちゃん、はい、あ、もうちょっとで終わります。私、次はくにちゃん、いつもありがとう。これからもずっと応援し続けていくので、僕たちさらなる高みを目指して頑張っていきましょう。大好きです、嬉しい。一緒に高みを目指してくださったら嬉しいです。まゆちゃん、ありがとう。くにちゃん、ありがとう。続きまして、石田つさん、くにちゃん、ありがとう。ラストページ、おのちさん、ちょうちゃんお疲れ様、10枚目シングル発売おめでとうございます。リリーピとかまだ現場でちょうちゃんのパフォーマンス見れるの楽しみにしてます。いえ、ありがとう。いっぱい見に来てください、おなちさん。気をつけてね、風邪はひかないようにね。ありがとう。ナップル。続きまして、おなちさん、ありがとう。たかちゃんだ。見とるけね、お、見とった。ありがとう、くにちゃん。お次はもっくんさん、リアタイでおそらく見れないので大変申し訳ありませんが、先にお断りしておきます。今回表題曲 MV の再生回数がすでにすごいことになるくらい素敵な曲ですし、1期生の曲がカップリングにあってとても嬉しかったです。10枚目もどうぞよろしくお願いしますね。よろしく。すごい、最初の見れないのところの言葉が丁寧すぎて面白い。ありがとう、思ってます。ありがとう、このシングルもよろしくね。最近は雑誌の機会が多くて見る機会が増えて嬉しい。ありがとうございます。お次は西尾さん、2枚ありがとう。できたらいいね。10枚目おめでとうございます。リリーベ広島に行けなくて残念でしたが、これからもよろしくお願いいたします。よろしく。いっぱい会おうね、西尾さん。2個ありがとう。すごい、全部合わせたらいっぱいゲットしてくれとる。西尾さん、感謝でございます。楽しみ、ありがとうございます。続きまして、安井拓也さん、西尾さん2枚ありがとう。
次は台湾のジュンさん、10枚目シングル発売おめでとう。私は一番後悔しないのはチョウちゃんのファンになることです。いつもチョウちゃんのパフォーマンスが大好きです。これからもずっと応援しています。嬉しい。ケンヤさん、ありがとうございます。ケンヤいっぱい今回もよろしくね。年齢のチョキストにも年齢が変わって前々です。前最近特に可愛すぎるぞ。ジュンさん、また会いに来て。ケンヤ、台湾のジュンさん、ありがとう。あ、おる。チョウちゃんさん、ありがとう。大切にします。今日も幸せな時間を過ごしましょう。えん、ありがとうございます。本当に大切にしてね。ジャケットサインありがとうございます。初ジャケットサイン。次はチョチョさん。はい、内緒でまたお邪魔します、ね。仕事が忙しいため、多分同日は仕事で見ることができないかも。泣き。マジで可愛くてチョウちゃんしか見えない。嘘つくな。藤やん、ありがとう。これからも私のこと忘れないでね。チョウちゃんに。ありがとう、嬉しい。チョチョさん。はい。今後ともよろしくお願いします。たまたさん、ファミリーいっぱいで、もうあれです。ファミ来る、楽しみ。続きまして、仕事頑張ってね。次はりょうたさん、いつも応援しております。寒くなってきたので、お体に気をつけてお過ごしください。すごい、あの、気をつけようって思いました。ありがとう。まいちゃんがハイになって、この感じでりょうたって読むんじゃん。ハイになって決め顔してるのみたいな。なんか珍しい。ミュージックブラック。おしゃれ。まいちゃんの商品も見たいと思ったのが、思ってみるようになりました。ありがとう。まいちゃんの商品、まいちゃんのカラオケも大好きです。これからまた歌います。次はこっくん、メッセージ書き忘れたので、もう一つご購入してみました。あら、なんてこった。ありがとうございます。しょうちゃんのお話会、いつも本当に可愛くてすごく楽しくて、たくさんのファンいるはずなのに、小さな変化にも気がついて感激です。いつもありがとう。これからもよろしくね。いや、小さな変化やなかったもん。こっくんのね、努力には本当に尊敬しております。ショールームで料理の配信が見たいです。ありがとうね。メッセージのためにもう一個も、今日も可愛くて綺麗です。ありがとう。料理配信します。ありがとう。そしてラスト、ラストの人はマリア高博さん。ありがとうね。いつもありがとう。お話し会でお話しできること、またコンサートを楽しみにしています。ありがとう。ともや、先日のコンサートの流れ公演見に行って、 ST のライブは本当に最高だなと思ったよ。来月のクリスマスライブも当たったらとても楽しみだね。素敵なライブになることも間違いなし。マイケンも準備万全に頑張って。ありがとう。ラストと言いましたが、ラストと言いましたが、ここからは当日分、今日分をやっていきたいと思います。まずゆいさん、ゆいさんはノーコメント。ゆいさん、ありがとう。ゆいさん、ありがとう。アンコールね、アンコールや。お次はひさくん、ひさくんさん、ちょうちゃんいつも応援してます。リリーベも気づいてもらえて嬉しかったよ。時間なくて一周しかお話しいけなかったので、また2月のリアルお話し会で、うん、よろしくね。リアルお話し会今ナビさん、ありがとう。また次はいっぱい話せるの楽しみにしております。また2月に会おうね。ありがとう。次は、ジョイポン香港さん、選抜おめでとうございます。3月の抽出会落選しました。次回もよろしく。にゃん、なんてこった。撮ろうね、また別の時に。それはまずね、まず愛媛ら辺で、あ、違った、最後やった。ジョイメガバグ最後ら辺で、まいちゃんが頭を上に振って、髪が綺麗に流れる場面が最高。どこだ、分かった。てん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 、ジョイポン香港さん、ありがとう。いや、でも時々見てます。まいちゃん、なんかありがとう。7枚目さん、ありがとう。おー、7枚目ありがとうございます。ありがとうね。次はえんちゃん、ちゃーちゃんこんばんは。今回のジャケットもとても綺麗だね。最近美しさに磨きがかかってきたように、さらに美人さんになってきたね。またお話し会楽しみにしてる。嬉しい。美人さんですか。
ありがとう、えんちゃん。はい、じゃあ記念すべき10枚目シングルおめでとうございます。たくさん聴きたいと思います。最近特に思うのですが、まいちゃんもとても綺麗で、えんちゃんありがとう、嬉しい、たくさん応援してます。ライオンさんとの選手を期待してます。頑張ります。次は風神大神さん。いろいろあるけど、チョウちゃんはチョウちゃんらしくマイペースでアイドル人生楽しんでほしい。これからも応援してます。ありがとう、嬉しい。アイドル人生のんびりまったり長く楽しみたいと思います。風神大神さん、ありがとう。サインありがとう。 MV の瀬戸内のメンバーも出てどうか、まいちゃんのケツどこかの2人で。横山子さん、最近現実か空想か区別がつかなくなってきました。今目の前にいるのは本物でしょうか。今画面に映っている人は毎日私に語りかけてくれて楽しいです。元気をもらってます。これからも、右田千穂さんじゃん、これ。右田千穂さんね、惜しい、まだ遅いとこだった。右田千穂さんのおかげです。あと無視した疑惑かけてきます。無視した疑惑かけ、あああれは誤解で、あのリアル話会の時ね。おもろ。いくささん、セカンド写真集、あなたは私だけのもの、楽しみにしてます。すごい、題名まで決まっとる。後悔するくらいなら、ありがとう横山さん、いつも踏み出したことで後悔するかも。どっちが正解って話が。横山さん、いつも、ね、面白くて楽しませてもらってます。ありがとう。ツイートもいつもありがとう。北海道は雪景色。次は大臣さん、頑張ってください。北海道雪降ってんの。大臣さん、ありがとう。真面目にメッセージ取るのか。雪景色は本当です。フロモ、やばいじゃん。11月で雪なの。もうやばいじゃん。次はネモさん、こんばんは。今追加しちゃったサイン頑張って。嬉しい、ありがとう。さっきもね、書かせてもらったネモさん、ありがとう。いくささん、嬉しすぎる。続きまして、みゆらっちさん2枚ありがとうございます。ネモさん、ありがとう。次はザッキーさん、チームアメシングル、君は何を後悔するのか、発売おめでとう。何を後悔するのかってことだけど、長女に出会えてこうして応援できることを感謝しつつ、あとあとあの時こうしときよかったなと後悔しないように、自分のペースを崩さず今後も応援するんで、よろんで、よろんで、最後のよろんで、かわいい、はいんで、すごい、うぬの使い手だ。ザッキーさん、ありがとうございます。お互い後悔のない人生を歩みましょう。ありがとう、ザッキーさん。孤独してさ、ありがとう。お返しお返事するときさ、次はゆさなこさん。石田千葉様、自称アンパンマンことゆさなこです。いつもそのネタでいじっていただきましてありがとうございます。いろいろあっても石田千葉やなと日々感じる日々です。仕事で見れないと思うので、ちなみに何かご意見あればいい仲じゃんか、受けたまわりますし。いやもうゆさなこさんは己のスタイルを楽しんでいるのが素敵だなと思います。そう、アンパンマンに似てて可愛いです。末永くよろんぬ。ファンミク、お、よろんぬってハマりそう。マジでごめん、本当に言い間違いです。次は瀬戸ののかさん、千穂ちゃんは免許持ちですが、広島のカツラドライブで行く先として有名な山賊には行ったんですか。行ってないんですよ、山賊。山口には免許取って行ったんですけど、山賊には行ってない。そう、行きたいですね。ショールームでの中村舞です。愛媛県出身です。インカが好きです。車いっぱい乗って行きたいです。これから瀬戸ののかさん、ありがとう。豚まん、ありがとう。次は横山子さん、お、伊川さん、右田さんは天野塾です。ジラシのプロです。この前リアル会で私が釣ってくださいとお願いしたのに嫌だと言い、散々目があったのに無視したと攻撃してきたくせに終わる直前に釣ってきました。そんな千穂ちゃんが実はダイススキップです。おもろい。なんかもうどっから突っ込んだらいいかわからん。剣突っ込まんけど、いつもありがとう。今日は笑わせてやから嬉しい。でもいつも面白いよ、中村さん。そう、ありがとう。まいちゃんに巡り合えたことに感謝します。いっぱい、いつもありがとうございます。するからね、なありがとう。横山久しぶりだったのか。さあ結構久しぶりだね。
釣ってくださいって言われた時のさ、あれはもっとこれから頑張りたいと思います。とかやったらさ、なんかいっぱい言われそうやけど、やっぱ頑張らんとこ。ありがとう。続きまして、ゆうさん。ゆう、次は岡山レンジさん。ちょうちゃんやっほー、ちょうちゃんかわいい地方のご飯で、ちょうちゃんが料理してるのを見て自分でもいろんな料理をする機会が増えました。ちょうちゃんの配信見ながら料理するのがめっちゃ楽しいです。来週久々に行きますので、よろしくです。大好きだよ。思う、なんかさ、いっぱい蒸してるやん、返信とかのやつで料理待ってる、ね、めっちゃ美味しそうって思う。鍋みたいなやつとかね。あ、ほら鍋、ほら全てが大大大好き。今日も味噌キムチ鍋作って食べながら見てます。めっちゃ羨ましい。PR 舞台でたくさん東京に来てくれてありがとうございます。こんなお団子みたいな作っとったよね、鍋で。ちなみにマイキーの醤油も大好きってことかかさず嬉しい。かかさずに、わ、鍋食べたいな。地方教授なんだけど許してくれますか。ファンイベント2部岡山オレンジさん、ありがとう。嬉しい。ファンクラブも来てくれるの、ありがとうございます。ありがとうね、アバターが。ありがとうございます。ね、お腹すいた。次はおかゆさん。地方の大好き、体に気をつけて楽しんで年末年始過ごしましょう。ありがとう、おかゆさん。ね、年末年始、年末年始ね、おかゆ食べる感じにならないように今のうちから体調管理したいと思います。ありがとう、おかゆさん。次はナルドさん。1枚目を注文したときにちょっと酔っていたので言い忘れました。大好きです。ちなみに無事台湾に戻りました。また会うのを楽しみにしています。うん、ありがとうね、本当に。こばちゃさん、よかった、無事着いて。昨日は楽しかったです。嬉しい、そうやってなんか考えてくれてる。ナルドさん、これからも大好きでいてください。サインありがとうございます。今日は飲んでいない。ありがとう。今日は飲んでいないのね。お休みの日。続きまして、モンキチさん。次はユキオさん。少し早いけど良いお年を。あ、ご飯作ってきますいいね、料理男子いいですよ。モンキチさん、ありがとう。ユキオさん、え、少し早いんですね、良いお年を時差早いよ。ありがとう、でも来年もいっぱい会いましょう。ありがとう。そして今日のラスト、ラスボスはゆうたさん。ギリギリになったから一言だけ、ちょうさん愛してる。ありがとう。ほんまにギリギリだったんだろうなって思います。一番最後だから。ゆうたさん、ありがとう。自分の台所に上がって自分の名前を読み直してくれました。体調が悪い時こそ人の優しさって出るよね。うわ、なんかそうなの？それが推しになったきっかけなの？ありがとう。すごい。地方愛が暴走してるぜってことでセカンド写真集を早出してもらって本当に出せるように頑張りますということで、皆様今日は来てくださってありがとうございました。すごい、私の勝手な今日の配信の目標は、皆さんからのコメントを早口で読んで噛まないように読むのが目標でした。アナウンサーさんになったつもりでやってたんですけど、どうでしたか。マッツさん、いっぱい噛んじゃったけど、マッツ、でも滑舌が良くなったと思います。心の中でお願いしますって書いてあるんですけど、お疲れ様でした。ありがとう、本当にマッツ、皆さんたくさん書かせていただきましてありがとうございました。10枚目シングルもどうぞよろしくお願いしますということで、じゃあ最後にあれして終わります。受ける、フジテレビが採用するようです。嬉しい、そんな大手な会社に。くしゃみ出そう。ありがとうございます。じゃあ読みます。20位ただちゃんさん、19位にゃさん、18位ロッサさん、17位タカボンさん、16位ヌルディンさん、15位レイさん、14位ケンちゃんさん、13位ヒロヒグチさん、12位キョンシーさん、11位トトミチさん、10位玉三郎さん、9位クリプトンさん、8位おいでませ元気さん、7位宮川和幸さん、ラッキーセブン、6位エリオルマルさん、5位台湾のジュンさん、4位シグショールームさん、3位サンキュー青い鳥さん、スリースリー、ありがとう、スリースリー、
にひさがさん、つっちゅー、なんかさ、みんなさ、あのお話し会とかじゃ、そしてそして第1位はピラララどうゆきさん、イエーイ、いいと思うよ。あ、間違えた、読み今さ合ってるかなと思ってさ、読み方アバターを押したら読みは同説ですって書いてあった。同説さん、ごめんなさい、同説さんね、同説さんありがとうございます。感謝の極みです。えい、ありがとう。同説さん毎日配信で、絶対北海道出身やん。ありがとう、わからんけど毎日見てくれてありがとうございます、本当に。じゃあ最後にスクショタイムして終わります。続きましてドラガンさん、こちら、アイドルに参加して演技に挑戦してくれたり、マイクはいつも新たな魅力を見せてくれるね。緊張感もあったと思うけど、また全然動してくれて、乗り切るマイクは僕の誇りだし、あ、ん？理想のアイドルです。綺麗で可愛くて優しいマイクが大好きで、いつも応援してる、ありがとう。合同ライブ会いましょう、20日、めっちゃもう近い、え、待ってよ、ということで、そんなことない、皆さんありがとうございました。ありがとう、ドラガン、バイバーイ、おやすみなさい。続きましてしんちゃんさん、素敵な夜を過ごしてください、バイバーイ。